CTEC は CPS、IoT を活用しあらゆる産業業種による競争を基本としたビジネス創出と技術および情報交流などが一堂に会する場を開催し経済発展と社会的課題の解決を両立する超スマート社会ソサ e ティ5.0の実現を目指すをテーマに開催してまいりました。 本日、こちらのコンベンションホールでは、AI サミット、デジタルトランスフォーメーションを実現するための AI 技術の利活用とその課題と題しまして、デジタルトランスフォーメーションを実現するための AI 技術の利活用事例を、各社のエグゼクティブが語り、その課題と近未来像をパネルディスカッションで議論していただきます。それでははここからは AI サミットのモデレーターをお務めいただきます、株式会社東芝執行役常務最高デジタル責任者、島田太郎様に進行をお願いしたいと存じます。島田様は、新名和工業ボーイングとマクドネル・ダグラスを経て、シーメンス株式会社に入社、2015年には専務執行役員に就任されました。2018年10月に コーーポレートデジタル事業責任者として株式会社東芝に入社され2019年4月より現職に就かれました自動車や精密機器設計重工業やソフトウェアのファクトリーオートメーションのエキスパートとして日本の大手グローバルメーカーのデジタル化のコンサルティングも行っていらっしゃいますそれでは島田様にご登壇いただきたいと思います島田様どうぞよろしくお願いいたします おはようございます入ってますかねえっとただいまご紹介に預かりました東芝の島田と申しますどうぞよろしくお願いします本セッションは AI サミットにおける DX を実現する AI 技術の利活用とその課題というふうに題されておりましてエグゼクティブプロデューサーは北野さんなんですが北野さんに頼まれたんですが北野さん来られないっていう 北野さんんひどどいなととちょっと思うんですけど <laughs> あの、えー、とここに来られてる方々の皆さん、えー、どういった領域を今現在されてるかちょっとあの手を挙げて教えていただきたいなと思いまして、えー、と AI の研究開発をされてる方々はどういう方がいらっしゃいますでしょうかあ割と少ないですね、えー、ではその AI の実際の利活用とかを実地でやろうとされてる方々はどれぐらいいらっしゃいますですか あ半分ぐらいですかね。えー、では、えーっとまあ、経営者といいますか、マネジメントとして、これをまあどうやってやっていこうかということを悩んでいるというような方は、どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。あなるほど、まあ、AI を実際に活用されようとしている方がほぼほぼ中心というふうに考えますので、えー、っとパネリストの皆様方、よろしくお願いします。 えー、それではですね、もう早速始めさせていただきたいと思います。最初はですね、テーマをヘルステックが作り出す未来、社会リーダーシップと生活のイノベーションと題しまして、フィリップスジャパンの堤さんにお願いしたいと思います。皆さん大きな拍手でよろしくお願いします。ありがとうございます、えー。皆さんおはようございます。堤でございます。 えー、お時間を頂い,いてですね今日はデジタルトランスフォーメーション特にまあ AI の利活用ですよね、まあ、あの私どもの会社はヘルスケアの会社でございますまあもともと創業はあのライティングからなんですけどもすべて、えーまあ、売却というかね、えーまあ、経営資源をこれからヘルスケアに特化しようということで、まあ、今やヘルステックに100%特化した会社になっていると、まあ、その中でいろんなイノベーションを今作り出してますそれもベースは全部デジタル化 デジタルトランスフォーメーションがまあ必になっているということで、まあそういったものを含めてですね、今日お時間をまず20分間でお話をさせていただければと思っております。ヘルスケア、まあ皆さん関心ありますよね。もちろん自分が健康でいたい。そして日本はいろんな諸問題を抱えている超高齢化とかね、えー、まあこれはも皆さんもご存知のこと。例えばもう二人に一人が生涯のうちにまあがというような、まあこれも日本も漏れてますよね。 で4億人が糖尿病要するに生活習慣病というのがどんどん増えてるそしてまた全世界で医療従事者が不足する日本も大変なことになってるわけですね例えば病理の先生なんていうのは今2200人しかいない日本全国でですよこれから5年間で500人ぐらいが退任されるとそうすると1700人なり手はあんまりいないこれからどうするんですかとそうすると皆さんが検査した後2週間待ってくださいがもしくは もう一ヶ月目待ってくださいになっちゃうかもしれない。まあそんなような状態なるあるいはまあ六十歳以上の人口がどんどん増えてると。まあ日本もですね二千五十年には六十五歳以上のまあ人口が四十パーセントを超えるんじゃないかというような統計データもある。まあこういうバックグラウンドが今あるわけなんですね。まあそういった中で私たちがデジタルトランスフォーションなんで今デジタル化をしなくちゃいけないかという理由が多くまあ四つなんですよ。まあ一つはやはりですね皆さん興味はあるんだけども。 どういうふうにしたらもっと自分が健康になるのか予防ができるのかいい診断ができるのか治療ができるのかそして在宅ケアというのがどうやって可能になってくるのか、まあ、いろんなですねそういった生活パターンを変える要するに患者体験を向上しようということも含めてですね、まあ、こういった要素があるとそれから健康の促進,促進ですね一一人一人にマッチングした 私は健康でもあなたは不健康じゃなくてみんなが健康になるようにするためにはやっぱり一人一人のデータ分析ってきちっとやっていかなきゃいけないそしてまたいろんなモチベーションを向上することも大事なんですねでさらに日本は特に医療費今皆さんすごい医療費がかかってるご存知の通りですよねこのままいったら次の世代に負の遺産を残すことになってしまういくら消費税上げようがいろんな税金上げようがなかなか追いつかないわけですよ。 こういったやっぱりですねいろんな要素がある中でデジタルトランスフォーメーションどうするか、まあ、私たちはですねもともと医療機器というところからスタートしてたんですでももはやもう機器ではない機器からまあじゃあサービスに移行しようか、まあ、サービスでもないもうこれも含めてですよでもソリューションに移行しようとソリューションというのは何かというと皆さんの問題解決することと新しい価値を生み出すことそのベースがデジタルであり AI であるということ。 でさらにこれからはですねインフォマティクスの世界情報技術というのをいかに活用するかというのがこのヘルスケアの中でもやっぱり大きな課題であり大きなチャレンジあるいはこれをやらないと大変なことになってしまうというのが事実なんですそういった意味ではもうソリューションにまあここにねいっぱい書いてありますけどもいろんな安心安全のソリューションからあるいは在宅のソリューションから未病予防のところのソリューションから治療診断もちろんいろんなソリューションを私たちは今作っていると。 いうのが私どもの会社でございますでもそのベースは何かというとやっぱりきちんとしたファンデーションインフラがないとできない皆さんが使えるようなインフラがないとできないわけですよね私たちだけで閉じた世界閉じたインフラでやろうあるいは私たちだけで閉じたデータでやっていこうっていうのはもう人もかしないの話皆さんがいろんなデータを共有できプラットフォームを共有できそしてそこで相乗効果シナジーが出るような ビジネスモデルなのか、携帯を作らない限りはやっぱりいけない、病院は病院、在宅は在宅、あるいはクリニックはクリニックで、あるいは自治体は自治体というようなね、サイロチックな動きではなくて、みんながつながるということ、つながってシナジーをいかに作るかが、これからの課題ということで、私たちもそういったプラットフォームをやっているわけです。デジタル技術、何があるのか、まあ、皆さんもご存じのように VR とか AR とか、あるいはニューロー、もういろんなものが出てきているわけですよね。 まあ特に今医療のところで先行しているのは実は画像のとこなんです。でも画像だけでも満足してはいけないですよね。これ診断治療の領域です。じゃあ予防をどういうふうにしていくのかあるいはもしね何か病気になった時に治療を早くしそしてホームケアを加速するホームケアを充実した形にするこれどうしたらいいのかエンドトゥエンドで考えなってやっぱり意味がないそれぞれのサイルカチックな考えだけでなくてトータル的にエンドトゥエンドで見る技術。 まあこれがですねデジタル化 AI のこれからのやっぱり私たちのチャレンジでありそういったことでまあ価値創造ができるということにもなっているわけでございます3つ、まあ、大きなちょっとですね皆さんに例をご紹介しましょう1つが EICU ってやつですねあんまり聞き慣れやかもしちゃいけない ICU の統合化なんですよ今 ICU って大変です皆さん先生も大変ワークイノベーションもっとやんなくてはいけないで ICU 患者さんも大変なわけですよ当然のことながら。 ただそういった意味では私たちはですねこの EIC って一つのサイトでいくつかの ICU を統合管理していきましょうとお医者さんのワークイノベーション患者さんをもっとですね最適にする方法を考えてこう効率化しようっていうのをデジタルトランスフォーメーションの中ですでに実現して実証実験始まってますこれアジアで初めてやりました日本でやりましたで一番左側にあるデジタル病理まあセキュリティのように病理の先生がいなくなってきますよもう大きな問題です どうすするんですかねいなくなったら皆さんもう検査できな,くなってしまうだかった一番そういったことをですねデジタル化によってサポートするということも今始まってますこれも商用化が始まっているもうきちんとですね薬事も取得しもうサービスが始まっている状況なんですね。で真ん中のデジタルツインまあこれもですね仮想化というのをいかに私たちがこれから医療の中に使っていくのか医療だけではない皆さんの生活パターンをどういうふうにしていくのか人間の行動変容を 作作りり出出すす新たな生活パターンを作り出す充実した生活安心安全な生活健康な生活を作り出すための手段が、まあ、ヘルスケアの中でもデジタルツインという形で、まあ、すでに始まっているということです。このまあ写真、まあ、実はですねこれご存知の方もいるかもしれませんマイクロソフトさんがですねホロレンズ2という VR を今年3月に発表しました。実は発表した時に 一番最初に競技モデル、具体的にこのフォローレンズ2をどうやって使っていくのか、VR ですよ。これ実はフィリップスとのコラボレーションの中で、ヘルスケアのところで使っていきましょうというのを発表されました。まあ、このビデオがありますので、ちょっとご覧ください。With 今、これ、心臓血管系の装置なんですね。そこにこの VR を応用していくという話です。今まではオ、ね、ペ室にいっぱいモニターがありました。モニターを見ながら、お医者様がオペをやっていく。そうすると、患者さん、モニター、そしてデータを見ていく。 まあいろんな形でいろんな観点でそのオペを進めなくゃいけないバーチャルの中でいろんなデータが見える 3D の解析画像が見えるということで効率化がどんどん進んでいくわけですあこれによってですねお医者様のワークイノベーションが可能になった。 そして患者さんが処置をする時間十分に短縮ができている。で実際にこれですね、うちもメディカルドクターが何人もおります。メディカルドクターのやっぱりいろんな考えをもとにソフトウェア全部作ってます。まあ従ってこういうところが一つも V. R. A. R. このホロレンズツーを使った。新たなデジタルトランスフォーメーションというのがオペ室の中でも始めているわけなんです。これ実際にもやってる症例なんですよ。まあそういった意味はですね、デジタル化によって何が。 まあベネフィットなのかというと、今いっぱいデータがあるんです。皆さんも日々データねいろんな数字を目の前にして、あ,あこういうことになってるかなとデータ分析をしますよね。まあこれがまあ AI の始まりかもしれませんけども、でも皆さんが驚くほど今度は画像データもいっぱいある。実際のデジタルデータともに画像のデータもいっぱい出てきてるんですよ。そういった意味ではいろんなデータはあるのはいいんだけども、どうやってそれを解析して正しい道 正しいタイミングでその AI を駆使するかっていうのがこれからの私たちが考えなくてはいけないところなんですねまあ AI の必要性っていうのはやはりですね全体最適化化当然やらななくてはいけないけ平準化データで出ててくるる AI っていっぱいいぱあるわけですですも私たちが目指すっていうのは皆さんもそうでしょう一人一人皆さん個々人に合った AI データ皆さん個々人に合った何かアドバイスをいただくしかもそれは 自分が思っている時に困った時にあるいは自分がこうやって間違った方向に行った時にアジャストするだけではなくてこっちだよときちんと導くタイミングも重要になっていくるわけですよね。まあ、そういった意味ではヘルスケアのところでもただ単に健康ということだけではなくていろんな分野でですねデータを用いて自分たちの生活パターンを変えていくっていうのがこれから私たちがやっていく AI の必要性。ということで実は私たちの AI っていうのはですねアーティフィシャルインテリジェンス。 まあ普通のですね人工知能ともちろんこれも含んでるけどもアダプティブ・インテリジェンスという AI の言い方をしてる,まあ要は適応するということです適応力が大事になってくるということまあ同じ AI ですけども通常の人工知能プラスですよ適応力を求めた AI というのを私たちがヘルスケアのところでデータ解析をしながら皆さんにそれを還元していくと。 あるいはお医者様に還元しながら効率を図っていくということを今やっているということでございます。まあ、こういった賞もねいろいろと取ってるんですけどもでもこれからもやっぱりですねこういったものはもっと発展していかなくてはいけない。例えば画像というお話をしましたけども画像で何やってるのただ単に絵を読みしながら正しい方向性を導くのかお医者様のです、ね、ワークイノベーション看護師さんのワークロードをまあ削減するような方法をやっていくのかな、まあ、それもあるでしょう。ででもそこから解析できる、 前と後ろ、まあ、これをどういうふうにですね、連携させるかというのも非常に大事になってくるわけなんですね。もう一つの例言いますね。今、皆さん医療費がすごいかかっているとお話しました。でも、なんでかかっているのかって話なんですよ。病気にならなきゃいいじゃん。まあ、簡単ですけどね。でも、難しいことかもしれない。でも、もしかしたら。無駄な入院をしている可能性だったり。無駄な入院を強いられている可能性もあるわけです。 そういったところに AI を駆使する未病予防のところをもっと強化しようと病気にならないためには何をやったらいいのか私たちの生活パターン人間の行動変異をどういうふうにしたらいいのかというところも私たちは解析をしている例えばですね口腔ケアたかが歯磨きですけども慢性疾患の予防につながるという統計的なデータがある医療的なデータを今取り始めている睡眠日本人の睡眠は世界一短いと言われている、ね、7時間22分赤ちゃんからお年寄りまでですよ 寝てる国は9時間27分これ南アフリカです一番寝てる国でも2時間1日にギャップがあるってここれすすごいことなんですでも睡眠によっていろんなイノベーションアイディアもそうですしあるいはワークイノベーションだけではない効率性こういったものも皆さん日々ね多分体験されてるちょっとうとうとするところもあるのかもしれないでもそれは睡眠不足なのかいい質の睡眠をされてないっていうことに無随する。 やはり予防のところをどうやって強化するのか、まあ、ここにですねケアサージっていう例を出してますけども、まあ、コストも含めてコストだけの問題ではないですやっぱり人々の健康という意味ではこういったものを具体化していくすでにこういったものがですね AI の解析によって始まっているというのも事実でございますさて AI におけるですね課題もある私は AI の推進者です AI をやらなくちゃいけないデジタルトランスメーションもちろんイエスでもね 今の AI のやり方はそのままいいかっていうとちょっとクエスチョンとかなんですねまだデータを集めるところに注力しているデータを持っている人が勝ちのゲームではないわけですよ、ね、いかにセキュアなデータをいかに勝ち創造できるかベストなタイミングで質の高い解析ができてそしてアドバイスが送れるか、まあ、これがですね一番のポイントになるわけですよねそういった意味では えー、ここに書いてあるような総合運用性私たちだけのデータじゃなくてデータシェアリングっていうのののも一つのこれからの大きな課題です皆さんにどうやってシェアリングしていくんですかプラットフォームを共有するんですかクラウドとクラウドがつながんないとかデータがあるんだけどもつながんないうまくマッチングできない整合できないという世界は誰にとってベネフィットがあるかという誰も価値操作できない世界になってしまうこんなに悲しいことはないんです。 セキュリティも全く同じですよね、個人情報のことも考えなくてはいけない、でもこればっかり考えてもなかなか少ない、いろんなバランスをとっていくことが非常に大事になってくるということかもしれません、まあ、そのためには決してフィリップスだけでやるとか、一社だけで全てできますよなんてことは言いません、エコシステム、すごい大事、やっぱり強い、ね、ノレッジをお持ちの方々と、いいものを作っていくということ、プラットフォームの共有、データのシェアリングをしながら、そこでのシナジー、相乗効果をいかに出すか。 これがです、ね、今私たちが目指している AI のエコシステムというところになっていて実際こういった画像解析とかいろんな画像解析からですね予防診断治療ホームケアいろんなところに至るまでのですねいろんなアドバイスが的確に行われているわけなんでございます。すなわち AI というのはヘルスケアから見ると私たちの生活パターンを向上させること。 まあフィリップスもです、ね、2030年までに世界の人々の30億人の生活を健やかにしますよ向上させますよということをです、ね、大きな会社のミッションとしてうっているライフスタイル向上させるそしてコミュニティの未来を大きくする皆さんがエンジョイして皆さんが長生きしかも健康で長生きできるピンピンコロリの世界をやっぱり作っていく、まあ、こういったことがです、ね、これから AI がサポートしていただけるのかなというふうに思っているところです、まあ、最後にですね一つのキーワード Digital Might such a future look. Meet Frank. He's been scheduled for a cardiac CTA because he's been experiencing strange chest pains. Our smart assistant helps him at every step of the way. Hello Frank. Are you ready for your imaging exam? Planning an appointment that's convenient. Getting to know him better to ensure he is properly prepared. The assistant offers advice and reminders along the way. And if unavoidable delays occur, it can even adapt the scheduling to provide a frictionless, stress free arrival for patients and staff. In the smart changing room, relevant measurements are captured so the scanner is set appropriately. A virtual nurse makes sure Frank is fully prepared. Frank is gently guided throughout the procedure, while staff are assisted in setting up a personalized exam. A central remote expert and our adaptive intelligence will help drive consistent, high quality imaging. Our AI workflow engine processes the data, extracting the initial findings, and checks for anything that might be missed before the case is referred using an international network of radiologists. Traditional reporting and case files are represented by a digital twin of the patient. This living collaborative document is used by all specialists involved, facilitating integrated, precision diagnosis. Aggregated data enables findings to be viewed in the wider patient context. Specialists can go deeper into the data using powerful simulations and comparisons with similar cases to make recommendations. Based on short and long term forecasts, while reporting and scheduling of follow ups becomes an automatic byproduct of the process. Meanwhile, Frank can track progress from home. Communication with the referring physician is supported via the digital twin, which also helps make things more understandable for Frank. These new imaging paradigms give radiologists the flexibility to work anywhere. While remotely providing urgent input when needed, and driving collaboration between disciplines to extend the value of radiology. This enhanced patient journey allows people like Frank to once again live life to the fullest. As we look to the future, we aim to build on our promise of partnering with you to seamlessly connect data across all moments of the workflow in order to drive continuous improvement in line with the quadruple aim and empower the people behind the images. でそれをベースにいろんなデータ解析をして自分の行動範疇生活パターンそしてもし病気になった時にどうしたらいいかという的確なアドバイスあるいは病気にならないためのアドバイス、まあ、こういったものをですねきちんともう私が今ここに立ってますけどここにもうデータがすべてある、まあ、そういった世界がですねもはやもう実現されつつあるただここにあるデータっていうのはやっぱり日々変わっていくわけですよ私たちの行動パターンでですね ですからこれが最終データではなくて私たちの行動変容によってさらにこのデータももっと良くなるあるいは悪くなるパターンがあったらいけませんけど悪くなった時には的確なアドバイスが出てくるまあそんな形のものがですねこのヘルスケアの中でも AI 化デジタルトランスフォーメーションまあデジタルツインという形で皆さんにですねお見せすることがもうできるような状態になってきているまあ皆さんぜひですね健康な生活安心安全な生活まあこれをですねしたい 楽しむことというのが、この AI がですね、最終的に私たちにもたらすことじゃないかなと、ただ単にワークイノベーションとかそういうことだけではないのかなというふうに考えております。まあ、ぜひ、この辺のところでですね、後ほどまたディスカッションでですね、皆さんとお話をさせていただければと思います。今日はどうもありがとうございます。<laughs> どうもありがとうございました堤、えー、さん、素晴らしいプレゼンテーション、ありがとうございます。 昨日、私はです、ね、ちょっとあの健康診断に行っておりまして人間ドックであの東芝病院に行ってたんですけど <laughs> あの、えー、データいっぱい出てきましてですねそのデータなんかデータで欲しいなって思ったんですけどいやそれはちょっとってことで、ねね、データシェアリングした方がいいのにって本当にそう思いますしす、ね、この後ちょっと堤さんにその辺何でうまくいかないんですかっってちょっと深掘り後あとでしようかなとよろしくお願いします。 えー、ということで、続きまして、えーまあ、皆さん、世界中で最も注目されている企業じゃないでしょうか、アマゾンの、地球上で最もお客様を大切にするアマゾンと、すごい言葉ですよね、変わらぬ経営理念と日々進化し続けるイノベーションと題しまして、アマゾンジャパンの渡辺さんよりご講演いただきます。 えー、こんにちはでございます、えー、それではプレゼンを始めたいと思うんですけど、えー、と先ほどあの島田さん挙手いただいて結構 AI をこれから導入したいという方々がいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども私自身は今実はアマゾンの中ではですねあの小売りの担当をしておりましてえっ、ー、と まあ、耐久消費財、特にまあ家電ですとか、PC みたいなものを買っていただくと、ですね画面の向こう側で私が小さな声でありがとうございますと申し上げている立場です。ですので、AI といったものっていうのは、どちらかというと、社内で活用している立場で、ものを見ているということで、プレゼンをさせていただきたいと思います。かつ、まあ、その中で、ですね今日はアマゾンの中でどういう形でそのイノベーションといいますか、AI を含めた開発を行っているのか、その思想ですとか、 それからそれが、お客様に対してということだけではなくて、内部でどのように使われているのか、それをどういうふうに展開しているのかといったあたりの話を進めていきたいというふうに思います。で、最初にですね、お話をしたいのは、まずそのデジタルトランスフォーメーションということの中で、われわれが一番気をつけていることというのはいくつかあるので、それをご紹介していただきまあさせていただきたいというところです。一つは、常にお客様の利便性の向上のために導入すると。 結構いろんな議論がありましてその AI とか待ったなしだみたいな議論になったりすると割とその隣が入れてるから我々も言えようとかその誰々に勝つためにこれを入れるんだみたいな発想で AI あるいはイノベーションというのは考えられるケースが多くて逆に私どもの中で言っているのは割と新聞等々ではですね私どもがなんかこういろんなところをこう取,りかっ取っていってしまうみたいな視点で見られがちなんですけれどもそういうことではなくて常にお客様にとってそれが一番いいのかということというのが一番の 実は導入のための,その動機あるいは考え方になりますでこの後のところでどういう考え方で開発をするのかあるいは開発のプロセスがどうなっているのかというところについてなかなかお話しする機会がないですけれども今日はシェアさせていただいてそれがどういうふうに行われているのかというのをお示ししたいと思いますそれから AI というのを言えようとすると割とその IT 部門が入れるあるいは専門家たちが作ったものを導入するんだというような考え方をされるところが結構多いんですけれども AI っていうのはやはりデータでしてかつ不完全であると。 しかしていいいくみたいなプロセスとと。うのが実は必要ですと先ほどもその、えー、と楽屋でお話をしてたんですけどもデータをいっぱい持ってるやつが強いじゃねえかっていう話もある一方でデータをゼロベースで作っていった方がいいのかもしれないと要はチームメンバーとして AI を入れてゼロベースで教育を一緒にしていくというような考え方なんかもあるんじゃないかというようなことっていうのがこれからのトレンドとして言われています。で私たちははを入れるとと。きに実はメンバーだと もう一人メンバーが入ると思って使えというふうにチームには言って無理やり使わせるとでそれは新入社員と同じだと最初はバカだと決して完璧な AI なんて初めから出てきっこないよっていう話なんかを常にしていますマシーンを使う時もそうですロボットを入れる時も基本的にはロボットっていうのが最初から完璧に間違いなく動くなんてことはなくて失敗ばっかりするというそういうメンバーが一つ加わるというような視点で AI マシーンみたいなものなんかをこう 導入していいくというのが我々のが考え方になりますじゃあもう一つ AI を入れると私たちの仕事がなくなるんじゃないのかとこれは脅威だとリストラだみたいな話になるケースも結構ありますただ Amazon の中でのお話をさせていただくと後で具体的な例として説明させていただきますけれどもその人間が AI にある仕事を任してその次のステージに行くっていうことが極めて重要でかつ人間の方もその覚悟というのが必要であると。 いいううこことというのが私ども AI を入れるるににあたって常に心がけて常心けですので実は我々の中でのホワイトカラーというのは常に仕事とといいうう観点で言うとリストラし続けています常に新しい仕事去年と今年の仕事は実は違うとそこには自動化が入ってきて去年までやってきたことが一部なくなる常にそれがなくなり続けているというような職場環境の中で働いているとしかし人のリストラが起こっているわけではないそういうのは逆に内部のチームメンバーの 考え方とか雇用に対する考え方を含めて準備が必要であるとそういった理念を持った人間が開発することでさらに優れたテクノロジーが生み出せるとこのあたりというのが我々が考えている AI あるいはデジタルトランスフォーメーションのありようであるというふうに思っていますですね、そういったところが今日この後のプレゼンの中で少しでもシェアできればというふうに思っていますじゃあまず我々の会社ってどんなものなのかと特にそのアマゾンそこそこまあ有名になってきたわけですけれども日本に従業員いねえんじゃないのかと 割と便利マシンがあってなんか全部自動で置かれてんじゃねえのかっていうふうに思われがちなんですけれども実は企業理念がありますと先ほどもご紹介いただいたわけですけれども地球上で最もお客様を大切にする会社でありたいとあることということが私どもの企業理念でしてすべてのことがここからスタートしていますですので社内の会議あるいは新しいものを提案するっていう時に最初にする私の質問あるいはチームあるいはジェフ・ベゾスを含めた上部からの質問というのはそれはお客様のために何のかと。 いうののが最初の質問ですでならないという話だとやるなともう論外だと儲かります関係ねえとお客様のためになるのかとも儲,儲かるのかという話になった時に最初に儲かるかどうかという話ではなくてためになるのかどうなのかあとでそれが儲かるようにするというのがお前の仕事だというふうに言われるというのが考え方というふうになっています。で これがまあちょっと細かなスライドになりますけれども、株主向けのきょまあ所感というので、アニュアルレポートに毎年つけているものですけれども、2017年あ2 2今1819年ですけど、2000あ1997年に実は初めて上場したときにつけた株主ルシの所感というのを実は毎年今アニュアルレポートにつけています。その中の言葉というのが今も生きているので。 それを常に我々ってリファー、まあ、見るということをしているんですけれども、2つ言葉をここから今回は引用させていただきたいと思っています。まず、二千1 9年の時点、あ失礼、百9十7年の時点で我々が挙げていた話というのが、お客様に注力することにこだわり続けますと、カスタマーオブセッションという我々の言葉で言っているところですけれども、それが1つ。それからもう1つがです、ね、ここにありますけども、えーと、短期的な利益を求めるのではなくて、 長期的な視点で投資をすると我々の言葉の中でよく言うのは「It's about long time 長期だ」という話特にこの1997年というのはですねキャッシュがそうとするかもしれない潰れるかもしれないと言ってた時代ですこのあと実は黒字化するまでに8年ぐらいを用意していてずっとその間赤字でいつ潰れるとですからアマゾンっていうのはアマゾンドットコムではなくてアマゾンドットボムと爆弾だと言われていた時期っていうのも随分あったり 下敷きですその時期にも我々の考え方っていうのは一貫していて赤字構わん,んととにかくキャッシュフローで潰れるなとでその間に長期的に何が本当にお客様にとって必要なのかを考えて開発を続けようというふうに常に言ってやってきたというのが私どもの考え方ということになりますじゃあその結果どうなったのかとちょっと自慢っぽくなりますけれども売り上げがこんなふうに発展してきました毎年30%成長をずっと続けています 日本は若干そういう意味で言うとグローバルの成長に対して遅れているところがあってそれでも20%ぐらい30%成長ってどういう意味があるかというと3年で倍になります25%成長だと4年で倍になると要は売買ゲームを数年ごとに続けていくっていうのが我々の中で起こっていることですですので今の成功今この時の成功っていうことっていうのが数年後には成り立たないっていう中で仕事を常に続けていると。 いうのが私たちの環境になります,です、ね、私自身は入社したのが2008年で12年目になるんですけどあとでまた例なんかもお話しますけれどもその当時百数十名でやってたでそ,その当時の売り上げってそれでも1,000億日本の中でありましたとところが今6,000人ぐらいでやってますけれどもまあ、2兆3兆という売り上げっていうのを上げているとでやはり100人でやっていて 1000億の事業、それでもそれなりに大きな会社というふうに思っていたわけですけれども、そこでやっていた中身と、今、2兆円を6000人でやっている仕事の中身というのは全然違うというのが、われわれの中です、すそこには相当なイノベーション、あるいは自動化、AI というのが日々導入され、それをわれわれが消化して使ってきているというのが日々の仕事の中でありまますすその結果がここうういいいいっった形で現れてててくるとととと開発創始ということに関して言いますとかなり使っています。 まあちょっと細かなグラフですけれども、えー、3年前に我々って、世界中で一番研究開発費の大きな会社になりました。どういうことかと言いますと、常に売上の中の十数パーセントを開発投資に入れるというふうに決めています。ですから、売上が伸びると、そこに対しての投資額は必然に伸びるという構造になっています。研究開発投資に対して十数パーセント、ロジスティックスに対して7パーセント、マーケティングに対して数パーセントっていうふうに決めた数字をどん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 入れていくという考え方をしています。 でですので数年前から、と言いますか、2017年から、世界で一番開発投資が大きくなっているというのが現状というふうになっています。じゃあ、これ、どんなふうな考え方で投資をしているのか、いるのかということについてのお話を少ししてまいりたいと思います。我々の言葉の中で、ワーキングバックオーズという言葉があります。これは、お客様から考えるという意味でのワーキングバックオーズです。 要は、プロダクトアウトで、ものができた、これどうやって使うんだろうっていう発想ではありません。常にお客様がいて、お客様のペインポイントは何か、お客様が困っていらっしゃることは何か、お客様にとってこれをやることがいいことなのか、悪いことなのかということをブレインストーミングして、さらにそのための仮説を立てて、いろいろ議論をしてっていうことが、研究開発の端緒ということになります。じゃあ、それがどういう形で結実するのかということですけれども、ここに書いてあるような文章になります。ワーキングバーク o ド k h o r s われわれの言葉でいうと PRFAQ というものなんですけれども、ここに書いてあるような文章ですね、ちょっとこれこれこれこここですねこう,こういうものですね。で、われわれの文化っていうのは、実は今日こうやってパワーポイントでプレゼンしていますけれども、社内のプレゼンテーションは基本的にはワードです、物語を書いて読んで、それで議論をすると、ですから会議というのは大体始まるとですね、シーンとしているミーティングというのがスタートです。 実は今日このプレゼンの後ですね私自身の QBR というのをやるんですけど「コー o t a ビジネスレビュー」というのが午後待っていてこんなとこでこんなことやってる場合じゃないみたいな話も実はあるんですけど、まあ、やっていますとどういう感じかと2時間あります1時間はシーンとしています私自身がまあ十何ページ書くんですけど書いたものを上司が読むとでよ読み終わった後プレゼンテーションの最初にやるのはです読み終わった後どこからどういう質問をしてもいいと。 いうようよなルールーでやりますでちなみに、まあ、この PRFAQ ですけれども1ページ普通ですとその PR, PR のドキュメントというのは物が外に出ていく時に PR のチームがその新聞社なりプレスメディアに対して出すために書くものですけれども私どもは開発っていうのを開発するに先立ってまず作るのがこれですどういうことかといいますとここに書いてありますけれどもお客様が誰でお客様にとって問題 あるいは得られる機会って何なのかこういくつ5つのクエスチョンというのがあってそれが載せられていてそれが記事として出るとしたらどんなものなのかっていうことを想定して書き込んでいきます1ページに自分が開発しようとしているものを新聞の方々が分かるあるいはテレビの方が分かる中内容にするっていうことっていうのは極めて難しいですそのぐらい何を開発したいのかということについて問われるというのが PRFAQ というものになりますでその後ろに FAQ、まあ Asked どんなものが聞かれるのかということについての回答を載せて、それが開発の端緒になります。ちなみにこの文章、実際に開発に使われたものです。2011、えー、年の日程、出てますけれども、じゃあ何になったのかということですけど、これになりましたと。えー、AmazonECO、あれは Alexa というものが開発されたのが、先ほどの1ページに戻りますと。 この文章、ドップラーとか何とかって書いてありますけどそういうところからスタートしたものがこちらに2011年で2014年に実際のものとして出始めたと。アマゾンエコーというのは、まあ、ご説明するまでもないかもしれませんけれどもそのボイスによっていろいろなものをコントロールするというようなデバイスあるいはそれがいろいろな私どものプロダクトだけではなくていろいろな機械の中に入ってその例えば目が不自由な方々あるいは PC あるいはこういろんな端末を使うことが難しいという方も含めたデバイス、インターフェースになってくれるということを望んで作っているものです。で、これの開発に関しても、やはり PRFAQ の中で、そういう PC なんかに入力をすることなく、好きな音楽が聴けるようになりたいというようなことです。ちなみにこれが一番最初に出てきた単調というのは、ジェフ・ベソスなんかが言ってた部分でいうと、その、 スタートレックでですね、なんか、ヘイコンピューターとかって言うと、何かコンピューターが答えてくれる場面があって、あれできたらいいねって言ってたっていうのが、実は最初にあれやるかっていう話になった入り口だったというふうに聞いています。同様の PRFAQ を作って,で,で,きてできたものとして次にご,せ、えー、ご紹介するのがこちらになります。AmazonGo です。ちょっとビデオがあるのでご覧いただきたいと思います。4 years ago, we started to wonder What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Amazon. ノーライン、ノーチェックアウトということを言っていたと思いますけれども、これを作った PRFAQ の中でのポイントというのは、カスタマーペインポイントとして、お客様がレジに並ぶということが一番ご面倒であろうとで、お客様自身がレジに並べたくないよっていうふうに申しを言われていたわけではないと思います。おそらくそれはしょうがないものだと思って諦めていらっしゃったと思うと。 それを我々の中で解決できないかという形で開発したのが、アマゾン Go ということになりますけれども、考え方として、割と日本にこれが導入されたときに、いや、人減らしの機会じゃねえのかと、無人店舗を作るんだみたいなことを言われたケースがありますけど、実はシアトルを含めていろんな形で店舗を展開しておりますけれども、店員数っていうのは実は減らしていません。むしろ内部のものをちゃんとこうだ並べる、あるいは場合によっては、その サンドイッチを作るみたいなカスタマイズした仕事をするみたいなことのために実は社員は相当たくさん、まあ、社員に限らずですけど相当たくさんの人を投入している店です。レジがないそれだけだと。ですね割と AI を使ってこういうことをやるといったときにその表面的な話を勘違いするケースが多いんですけれども中身としてはお客様のペインポイントは何かそれを解決するために AI というのをどう活用するのかっていうふうに特化して作っていると。でもう 画面の方は別のものになっていますけれども、こういうお客様に対してのサービスを提供するという観点でやっていることに加えて、実は内部でもかなり AI を活用している、あるいはロボットを活用しているみたいなことというのが、事例としてご紹介できるかなというふうに思います。時間がなくなってきたので、トントンでいきたいと思います。Amazon ロボティクスです。<laughs> This is essentially the robot highway.These are my babies.Our entire operation depends on these. I started at Amazon just looking for a part time job, just manually scanning boxes to pallets. And my senior leadership approached us and they said, hey, this is the project that's coming in, this is the job opportunity we have, start thinking about it. And now I get to play with robots all day. An associate will place the package on the robot, the robot knows exactly where to drop it. Each of those little chutes is a specified destination at the bottom so a big part of my job is monitoring the activity and the traffic patterns i'm looking for any major congestion spots i'm looking for any robot that isn't functioning the way that it should we've gotten a lot of on-the-job learning with regards to how these things work how the programming works because i had no background in robotics at all just having the opportunity to be a trailblazer is just absolutely phenomenal to me i tell my family that i babysit 800 robots これはロボティクスの話なんですけれども、えー、っとこのビデオの中でご紹介したのは要はパートタイムジョブとして入ってきたピッカーをやってた人ですねがロボットの管理をする仕事をできるようになりましたと。 いうお話なんですけれども要はピックアンドピックと持っていくみたいな仕事というのをロボットにやらせることによってそれを管理する仕事というのが新たに生まれてそれを人間がやるというふうに変わっていっていると実はこういうロボットというのは日本の中でも川崎だったりいろんなところに導入をして今いますですのでかなりそういう形でこう人間の仕事というのにとって変わるという部分というのが出てきているという部分になります。もう一つ これはどちらかというと、私どもの中の内部の仕組みというのを外にお出ししたというケースです。実はアマゾンというのは、内部で使っていたものを外にお出しするケースというのを商売にしてきたのが結構よくあります。アマゾンクラウドサービス、AWS と言っているものも、私どもの中で、実はお買い物をしていただくために、お客様にとってのレイテンシーってまて、遅れが出てしまうことを避けるためにですね、こうずっと。 その機械を導入し続けていたというチームがあってで、それが結構クリスマス商戦以外のとに余ってるから使ってもらおうというのが外に出したというものですし、AWS の発端ですし、例えば今、FBA と言い,いまして、私どものロジスティクスをだけを使っていただく、セラーとして使っていただけるといったサービスなんかもございますといいう言葉でで呼んでいたりします。 こちらのケースというのが最新のものでこれは AWS 上で Amazon フォーキャストという形で外の方にも使っていただけるんですけれどもこれはどういうものかと言いますと私どもの中で実は今ですと毎日数億点の品物の売り買いというのがなされていると。でそそれれれが需要予測ををししして、てて、に対仕入全国で20カ所ぐらいの、 その拠点があってで一つ一つの拠点というのが大体大きさにしますと東京ドームの2個分ぐらいの大きさの拠点というのが二十数箇所あってそこに物が入ってきて出ていく入ってきて出ていくのが年間で30回起こるというような入ってきたものが全て出ていくのに30回ずっと出ていくみたいなオペレーションが今ずっと行われています。ととははですね私が社社員しして入社した十数年前というのは えー、インストックマネージャーというのがですねお取引先様東芝さんもあればフィリップさんもあると思いますけれどもにファックスでですねエクセルのシートにこれ何個くださいというのを入れて実はそのインストックマネージャー朝6時に来てですねファックスを相手のお客、まあ、お取引先様の方々が、まあ、出社する前に送っちゃえば我々のやつが先にもらえるんじゃないかってんで6時に来て送るっていうのをやってたそうですところが今何億点になった時にそれを人間が一個一個需要予測をして 入れてていくってことはできなくななってししままいましたとなのでそれをやるために例えば3,000人5,000人の人を雇ってエクセルのシートを埋めるのではなくて AI にやらせるということなんかを始めましたでそれがどんどんこう進んでいく中で実は今私の仕事の中で言うと先ほどレビューをするという話がありましたけど今計画を立てる必要はなくなりましたどういうことか年次計画というのは AI が作りますなぜならそれである程度見えるからです私がやることというのは去年に比べて今年何を変えるのか あるいは来年何をイニシアチブとして違うことをするのかやめるのかっていうことを決めてそれがどのぐらいの大きさのものなのかっていうことをコミットするそれだけですもちろん予測は外れますなんじゃこれってある,あるんですけどただ予測っていうものをある程度まあこの後の議論の中になると思いますけれどもそれを受け入れるっていうことかつそこで失敗をして数字が行かないいくっていうことが起こるっていうことを許すっていうことを やることが必要ですそうやって作ってきたものがある意味で外に出しても使えるレベルになったというのがこの a アマゾンフォーキャストということになりますですので社内で使っているいろいろな仕組みが皆さんにお使いいただける特にこれは中堅中小企業の方々にそういう予測っていうのを自分でゼロから作るのが大変だという方々にとっては意味があるんじゃないかなというふうに思っていますちょっと時間を過ぎてしまいましたので立ったきます先ほどお示したように AI を入れるとかデジタルトランスフォーメーション大変だと。 い,うこといろいろあると思いますけれどもいろんな考え方がある中で今日お話をしたように我々もなかなか言うことを聞かない AI を使いこなすといいますか一緒に勉強するというようなやり方をやってきたみたいな話なんかをかつ AI を入れることによって人間は次のステージの仕事ができるようになったんだよっていうような話が、まあ、伝わればなというふうに思います、まあ、これもちょっと置いときましょうで「StillDayOne」と。 我々はまだスティールデーワンだよと、毎日が第一の日だというふうに思って仕事をしているというところで、今日のお仕事、まあ。お話を締めさせていただきます。今日はありがとうございました、えー。渡辺さんはどうもありがとうございました。素晴らしいプレゼンテーションですよね。あの話を聞いててですよね。あの、よくカスタマーオブセッションと。 なんかね、あの昔、日本であのカスタお客様は神様ですと言ってたはずなのに、一体どこで何を間違ったのかなというのをこの後ちょっと議論させてもらおうかなというふうに思います。えー、では続きまして、あの不詳、私がちょっとプレゼンテーションをさせていただきます。えー、東芝 CPS 企業への道というふうに題して、えー、説明させていただきます。 そうですねえー、これはですね私がいつも今、東芝は去年の11月にネクストプラ a っていうのを出しましてそこで、えー、CPS、えー、テクノロジー企業に2030年に向かってなっていくということを宣言しましたそのサイバーとフィジカルそんなソフトウェアとハードウェア昔からやってたじゃないですかと何を今さらこんな話してるんですかと。 いうところでそれを説明すするるためにに使っているスライドがここれれなりますこれはですね、えー、右側のサイバーとサイバーこれねアマゾンさんの前でこの話すのすごい嫌なんですけど <laughs> あの過去10年20年製造業不遇の時代と私は思っておりまして、えー、そのいわゆるサイバー企業と言われている企業の人たちがえらい企業価値を作っているんですね。 まあ一時期アップルなんかは東芝の100倍の企業価値があるとおかしいじゃないか俺たちの方が難しいことやってるのにとえしかしそれはですね私から言わせるとサイバーとサイバーさまざまな PC やスマホから集めたデータで企業価値を作ってきたここに AI もありますしかしながら今ご覧になっていたようにアマゾンという会社はカスタマーセントリックの会社でありますからサイバーだけにこだわるわけではありませんとそして 徐々にカスタマーセントリックに必要なハードウェアフィジカルの方へこう出てこようとされてるんだというふうに思います。しかしながらですねこのフィジカルの領域において我々は長年にわたってもう100年以上の歴史の中でさまざまな機器類をお客様に届けお客様とのデイリーアクティブユーザーコンタクトを持っているわけです。 しかしそこに集められているさまざまな情報やデータは今現在先ほどのフィリップスの堤さんが言われたようにみんなが活用できるようになっていない。でこれらの情報をサイバーとフィジカルでつなげることによって未来の価値を想像できるのではないかというのが我々のサイバーフィジカルシステム企業の考え方になります。 ですからこれにはハードウェアの強い力も当然必要でかつソフトウェア AI そしてエコシステムとしてさまざまな企業とつながることが最低条件になりますそれらのことが一つもできなければこのビジョンを達成することはできないというふうに私は考えています今日は AI の話なんで。 僕この話しだすと3時間くらいかかっちゃいます。<laughs> えっとですね、それじゃあつまんないと思いますので、えーまあ、AI、ここで、えー、覚えて帰っていただくのは金賞1位、世界1位、世界1位以上です。<laughs> えー、そうですね笑うところです、ありがとうございます。これはですね AI というのは AI の基礎技術とそれから応用技術そしてそれぞれのドメイン知識ですね。 そこで一体何を見ないといけないのかということの掛け算であるということでありますこれはですから私の皆様へのメッセージであります皆様はそれぞれの企業の中でもしくはその世界の中において光り輝く技術をもし持っているとすればそこのドメイン知識はおそらく世界一位でしょうたとえアマゾンがどんなに AI に詳しかったとしても 半導体ウェアハーの検査データとかちょっと分かんないですよねそういうことでありますえちなみにでございますが東芝は AI の特許件数で世界3位というふうに言われておりますまあこういったような領域と我々のドメイン知識を活用しましていくつかの例をこれからご紹介します一つはダイキャストですねこれはあのプラスチック成形機ってやつで 押し出し出切ってですねこれはあのずっと作ってるとだんだん調子悪くなってきましてこれを画像で AI で判定しようとこれはあのピッキング作業ですねもうアマゾンでは人がいないらしいですけれども、えーまあ、あのコストの合わないところではピッキング作業というのはいまだにございましてですねそれを、えーまあ、行動分析をすることによって、えー、2017年の日本ロジスティックシステム協会大賞を頂い,いております。 ロボットですね私ロボットにおいて非常に重要なのはもはやロボット本体ではないというふうに思っておりますもしロボット本体に今までの同じように日本企業がこだわっていればこれは配線の匂いが濃厚になってしまいます今現在のロボットの問題はロボットはですね不器用なんですかつまあこういう言い方をするとどうかと思うんですがまあバカなんですよね お前はロボットかって言われるのと同じでして、言われたことしかできない。しかもかなり繊細でありましてちょっと違うともう動かないわけですね。これを変えていくというのが非常に重要であります。要するにこれはロボットの問題ではなくてセンシングやもしくはロバストに物をつかむというような、まあ、人間的な動きですね。まあ、こういったものが AI で、 実現化されなければなかなか今のロボット活用は転換していかないというふうに東芝では考えております。あいきましたねですので、まあ、ロボットもそうなんですけどあ、その前にちょっと申し上げたいのは。 まあね、AI とかのトレンドってもう本当に毎年変わるので皆さん本当に注意して見てないといけないですね。もともとはデータだデータだってさんざん言っておりましたが最近のトレンドはです、ね、データないほうがいいんじゃないのと、まあ、一番衝撃的なのが先ほど堤さんも言われてましたけどアルファ5ゼロってやつですねこれデータゼロもう一からルールでシミュレーションで対戦して えー、人間が見たことない手をこう打ち出すと白い球が縦に12個並ぶとかねとんでもない勝つんですよ圧倒的に強いでも前まではねデータデータ言ってましてですね、えー、ちょっとこれはですねあのクラウドとか IT とかもしくはあの、えー、通信業者の陰謀じゃないかといすいません <laughs> 思うぐらい。 えー、データ、データ言ってましたが、まあ、我々もですからどっちかっていうと強化学習とか要はですね良品データだけで、まああのえー、最初から合宿集するような方法とか、まあ、こういったところにでもう1つのトレンド私は思ってますのは、まあ、分散化だというふうに思っていますね、えー、全部クラウドに上げてクラウドで AI 分回してと間に合わないんですいろんなことが。しかもそれがですね、えー まあ、通信的にも大変ですし非常にヘビーロードになってしまいますですね。で、えー、我々は長年にわたってですねこの、まあ、いろいろセミコンをやっておりましてですねなかなかちょっと苦しいところなんですがセミコンを作るという技術は、まあ、世界一位というのはいまだに日本企業多くのところ実は持っているわけであります。というかもうちょっとちゃんとやらないと失われるかもしれませんが。で例えば グーグルなんかもですね TPU を作ろうとか、まあ、もうそれがサインですよね現にこのやり方ではうまくいかないという流れになりつつありますですから例えばもうチップの中で学習するとかチップで処理をする分散化して AI を活用するっていう傾向になりつつあると思っておりますまあ全てがそうはならないですけどねこの辺りが面白いところです ほんの数年の間に流れがこうビューッと変わっていきますですね。で我々はですね長年にわたってこの、まあ、ビスコンティってこれもう20年ぐらいやってるんですけれども、えー、さまざまな画像認識技術をチップ状にインプリすると、えー、これはですね結局エンビリアなんかに比べてもものすごく電力消費が少ない非常に効率的ですね。それから、えー、とディープラーニングのネットワークなんかも入れさせていただいております学習機能があります。 まあそういったようなことで非常に高速に画像認識をする技術を分散化した環境でやっているとでこういうのを使いますとです、ね、例えばこれはアプリケーションですねここから先はドメインなんですけど AGV を何もなしで動かせるかとかこれはです、ね、もう線も何もないです AGV をこのリアルタイムで画像を認識して場所を認識していると。 でまあ、こういうのを活用して考えますと例えば今までロボットが適用しにくったし適用が難しかった領域ですね、えー、まあ,あの物流ですと物流ってね物がもうバラバラなんで下ろすとかいう作業をですねいまだに人間がやってるわけですね。えー、しかしながらですね、まあ、こういうのを破、ま、棄、あ、する能力とか AI の力を使って ニロ,シロボットっていうのを作っ,て作っちゃいましたティーチングレスですね教えなくてやってくれますこれ今結構遅いですけどこれはちょっとまだ仮説のやつでして実際に販売したやつはこれの5倍ぐらいの速度でこうバーッと見たら驚きますちょっと声の話をしたいと思います 皆様あの声ステーションってご存知でしょうか、えーっとですね、あのご存知ある方一人だけ二 <laughs> 人いたあです、ね、これあの自分の声を作れますスマホでダウンロードできますのでよかったらダウンロードして帰ってくださいでなんか読み上げてくれって言われますので読み上げると、えー、そのこうだんだん自分の声に似てきます東芝の AI です無料です無料です iPhone でも、えー、と Android でもできますんで,でこれねちょっと気をつけないと自分の声であのオレオレ作業ができるんで気をつけてくださいね <laughs> であのポケトーク中身は東芝です覚えて帰ってください、えー、まあこういったあの音声認識の技術とか音声合成の技術を使いまして、まあ、あのいわゆるホテルチェーンさんと活用してですねホテルのオペレーションってなんかもう喋ってるやつとかいっぱいあるんですね このまあ文書化するというような作業で総務大臣賞を受賞しましたあちょっと、えー、まあ同様にこれを今あの我々の例えばいろんなメンテナンスオペレーションに活用しようとしております、えー、工場なんかで使えるところはたくさんございます最後にですねこの IFLINK っていうのをちょっとご説明したいと思うんですが えっと、私ですね IoT とか AI とか、まあ、こういったものがあの特に中小企業で使われるために必要な3つの A っていうのを最近言っておりまして最初の A はアフォーダビリティ安くないとだめ2つ目はアジリティですね、えー、これはですね僕あの飛行機の設計をやってましたんで飛行機の設計をやってた時は考え抜けと。 すべてのケースを考え抜いて作れてもって言われたんですけどだから飛行機作るのに10年ぐらいかかるんですよねそんなんやってられないんですよあのやってみたあこれ間違ってた変えてみようアジリティがないとウォーターフォール開発型じゃもうだめとだって2000万円出して POC やりましただめでしたってめっちゃ怒られますでしょ担当の方々やばいですよそうするとなかなか始められないじゃないですか そして最後の A がああアベイラビリティですね、まあ、それがすぐできるようにすることとこの IFLINK って例えば車の異常を感知したらスマートウォッチに表示するとか残量が減ったら注文するとかこんなのやりたいですよねとまあそのために実は我々このイフゼンっていうのを作って まあこういったさまざまなセンサー類、ですねこの水漏れセンサーなんかおもしろくて、あれですよあの電力いらないです、置いておくだけで水についたら電力発生して、漏れたよって教えてくれると、シート型センサーとかね、これはあれです、さっきのヘルスケアのあれですけど、これ大日本医さんさんが作られたんですけど、えー、っと寝てる人のなんか、ハートビートとか、えー、ちょっとおばあちゃん、大丈夫かなと、と動いてないぞとかですね、まあ、こういうことがわかると。 でこれをまあロボットに喋らせたり、えー、腕時計に喋らせたり、まあ、LINE でやったりメールで出したりさっきの音声合成で喋ってもらったりといろいろできるとあ調子悪いですね、えー、しかしながらですねえー、っといやこれをねあのでもウェブで設定とかそりゃちょっとハードル高いよとだからわれわれはこれをカードにしちゃいました このカードに QR コードがついてて QR コードで読むとボタンを押したらロボット喋るっていうのを自分で作れます。僕が言ってるアジリティ現場で本当はこれがあったらこれ知りたいねんってもうそれだけのことやねんそんな面倒くさいことにお金かけんといてとすみません大阪弁が出てしまいましたが言うのにこれでやれば 簡単に現場で自分でで自分きるホームでも一緒です、ヘルスケアでも一緒です、何でも一緒です。しかし、皆さん、これ、今日おそらく初めて聞かれたと思いますね。こんなもん、世の中にあったんかと。ここが問題でございまして、これがアベイラビリティです。世の中の危機にすべて生み込まれていれば、アマゾンアレックサもいらないかもしれない <laughs> かもしれないですね。 でもそれができていないということでこの辺が日本企業の問題ということでタダにすることにしましたオープンコミュニティ化してみんなでこの世界を作っていこうと我々のエッジ側のフィジカルでやってる連中がフィジカル側にマイクロサービスを用意してつながっていく世界を作ろうとこれのコミュニティを今 立ち上げ準備中でございますここにいらっしゃってる企業の方々で企業でなくてもいいですよあの別に教育機関とかでもいいですね教育機関にぴったりやと思ってるんですはっきり言いましてあのねプログラムの勉強するぐらいだったらこんな勉強した方がいいですよはっきり言ってプログラムの言語なんかどんどん変わりますから Python なんかめっちゃ簡単ですのでぜひ皆さんご参加いただければ 人と地球の明日のためにっていうのが最後に出てたんですけど、ご静聴ありがとうございました。<laughs> それではあのパネルディスカッションに移行させていただきます。再びですね素晴らしいプレゼンテーションをされたお二方を壇上にお呼びしたいと思います。最初にあの堤様どうぞ、拍手でお迎えください。 えー、渡辺様どうぞ、えー、皆さんどうもありがとうございましたえー、っと 早速ではございますがあの用意したあの一応質問事項ってあったんですけどちょっとなんかこれが陳腐化してる気がしておりますのであのもう最初からいきなりあの具体的なあの質問とか討議にしたいなと思うんですが、えー、先にですね堤、えー、さんじゃないや渡辺さんの方に、えー、のさっきの、えーまあ、僕はちょっと個人的な仮説はあるんですけどなんていうかその。 お客様神様って言ってたはずの俺たちが一体どこで間違ったのかって、ど,どう思われますか<え> <laughs> いや、本当にそれって、声を大にして言いたい部分で、まさにお客様が神様っていうのは、日本の会社ないしは日本の企業言ってたよねと、私も実は、まあ、一番最初は日本の会社で、そこからアメリカの会社、3社変わって、今に至ってるんですけど。 これだけお客,お客様っていうことを言うのってなかなかなかったんですね外資系の会社でなので入ってびっくりしたわけですけど今度は例えば経済同友会みたいなところに行っていろんなこう AI の話それからこれから開発の話とかってなった時に全くお客様っていうのがどの経営者の方からも全く出てこないで何で出てこないんですかって質問するのが実は私の仕事みたいな感じになっちゃっていて。 すごくそこは違和感があるというか一体どこに行ったんだろうとずっと思っているなるほどあ、もうなんかそもそも失われてるっていう風うに感じるってことですかねその発想がやはり短期思考で何か新しいものが出たらそれを追っかけなきゃいけないとか余裕がなくなっているとということがあるのかなという部分とああ、ね、そのいわゆる相対的な見方うん、うん、誰に勝つだから Amazon に勝つっていう議論っていうのはすごくよくされる ですけど別に私どもって先ほど申し上げたようにむしろお客様のためにもっと先に行きたいと思っているだけなので何かどこかを潰してやろうとかそんな発想って全然ないんだけどもむしろそういう眼鏡で日本の会社の方々は常に我々をご覧になるですので新聞記事もそういう目でご覧になるんですごく実は仕事をしていてとか記事を読んでいて違和感を覚えてしまうと、うん。なるほど さん何んかそうについて、はいまあ、あのお客様第一、まあ、これね、当たり前のことですけど、一番もしくはね、難しいことがないかなとね、やっぱり同じなんですね、例えばあの私ももともと IT のね、世界に30年ぐらいいたんで、まあ、そこから医療の世界にこう入ったんですけども、例えば医療の世界で申し上げるとですね、もしかするとですよ、あんまりこんなストレートにいっちゃうと、あの批判を受けちゃってね、あとで違うって言われるかもしれませんけども、昔の医療業界っていうのは、 病院とお医者さんしか見てなかったかもしれない患者さんっていうのはねぽっかり空いてたかもしれないですねあるいは健康な人々っていうのは完璧に見てなかったかもしれないですから何が一番価値なのか誰が一番こういうものを欲してるのかあるいはお客様って本当に誰なんですかっていうのをねもう一回見極める必要性があるのかなとですから今で言うと私たちの世界で言うとやっぱり患者さんとか一般の人々健康な人々っていうのが最終のやっぱりお客様なんですよ ですから、そういった。やっぱりミスリードしてしまうとまあ、違った方向にいろんなビジネスモデルもね。あるいは価値創造も行ってしまうのかなっていう風うに思いますね。はい、なるほど。ありがとうございます。あ、このつさんの言われてること、僕すごい本質的かなと思うんですよね。で、ちょっと僕の個人的な仮説で言うと。まあ、あの例えば社内とか。でもこれお客さんのためです。とかっていう話はよく出てくるんですけど。 それはでもお客さんが変えたくないからその通りやってくれって言ってるだけで本当にお客さんのためになってんのかなとかっていう要はその議論の話を Amazon の議論の話を聞いてるとまあ体験をなんかレボリューショナイズさ,れるさせるみたいな要は今までお客さんが要するにお客さんにどうしたらいいんですかって聞くんじゃなくて、えー こうしたらまるで違うことになりますよねっていうようなそのエクスペリエンスのレボリューションみたいな形でお客様をなんかこうもう虜にするみたいな,なんかそういう感じなんかなっていう気がするんですけどえとよく我々が使う言葉って先ほどまあプレゼンの中でも話しましたけれどもカスタマーペインポイントって一体何でお困りなんだろうか。それがが自覚症状がある、まあ 私もヘルスケア業界にもいたので疾患なのかないんだけれどもこれがあったらもっと良くなるのかっていうようなことなんかをよくするのとそれからやはりお客様に寄り添うという観点でうとよく使う言葉はカスタマージャーニーと。 あるものを認知されて最終的に私どもの中で言いますと購買あるいはお使いになってレビューをしてさらにもう一回買うみたいなところまでのプロセス全体をカスタマージャーニーと呼んだ時にどんなふうな体験を今なさっていてどこに時間を使ってらっしゃってみたいなことをこう真摯に見るみたいな姿勢っていうのがあるとそのじゃあここの部分に実は一番お時間を使ってらっしゃるんだなとかおそらくそこには苦痛があるんだろうなとかみたいなことなんかが見えてくる。でですのでその サービスありきでは、なんか提供するっていう話っていう、具体的にどういうプロセスで、それをお客様がしょなさっているのか。あるいは、そういう、どういう体験をなさっているのかっていうジャーニーを見る。っていうことなんかは、すごく。その、取っ掛かりとしては、いいプロセスかなというふうに、日々やっていて思います。そう、そうですよね。あの、もう、まさにおっしゃる通りかなと思う、すなつみさん、なんか言いたいことあるの。かあの、全く同じでね。 えー、だからこそ AI がね今日のテーマの必要じゃないかなと思ってるんですけどもあの今までやっぱり企業もあの渡辺さんおっしゃったように短期的な視点で見てたとこがあるあの長期的で見ろと言ってもやっぱり短期的なノルマがあってやれって言われたらやらざるを得ないっていうのもあったかもしれないでも一方で短期的なことができてればそれでいいかっていうとやっぱりそれで終わっちゃうんですよですからもうサイクルが非常に短いサイクルのものが多かったでも AI っていうのはどういうことかっていうとやっぱり いろんな意味でそのエンドトゥエンド、まあ、時,時系列も含めてですよある一定の長さとかある一定の範疇で見ていかないと間違った方向に行ってしまうと思うんですね先ほど私お話の中で部分最適ということと全体最適ということを申し上げました、まあ、部分最適のいいところも,もちろんやらなくちゃいけないですよそこの専門性を持ってやっていくということでもジェネラルに見てだからこそ AI がそれをカバーしながらいろんな部分の検知で きちんとした解析をタイムリーにやっていく全体の最適を見るということがやっぱり我々にとって人にとってね皆さんにとって企業にとっても最終的にプラスになるのかなというふうに思うんですねですから部分最適全体最適の話島田さんのお話の中にもありましたけどねこれやっぱり考えるべきじゃないかなと思うんですねそうですねまああのちょっとこの話面白いんでもうちょっと深掘りしてうると思うんですけどあの えーね、え全体最適せないかんみたいな話は昔から言われている話で,でやっぱりカスタマーエクスペンスを変えないととか、えー、いうのも昔から言われていたのになぜ、まあ、かなかなかこうできていないということですよねだから何でだろうっていう感じなんですけど、まあ、あのちょっと1つの仮説として、まあ、さっきのアマゾンさんのビデオなんかを見ていると。 そのピッキングしてた人が「もう俺はピッ私はピッキングしなくてもいい」とか言って監視するのが役割最高みたいな感じですよね。よく日本の議論であるのは「そんなことしたらお客さん仕事なくなるからお客さん怒られる」とかですね、まあ、要はテクノロジーとかでユーザー体験を後悔させるアイディアはあるのに、まあ、そこに踏み込めないとかできないとか。 そういうのもちょっとあの、ね、いろいろ聞くと言い訳として出てきそうな気がするんですけど、まあ、そういうのをどうやって変えていくのかなみたいなことをちょっとあの日本でですねやはりその労働力がこれから不足するとか少子化だっていう話になる議論とか人がいないっていう議論でやはり AI とかそういうものっていうものこそまさに日本なんかが率先して入れていくべきものなんではないかなっていうふうに思いますと。一方でやはり その雇用という観点で見たとき、あるいは労働者といいますかその社員そのものの認識としてこの仕事をするためにいるっていう話ではなくて、やはりそのプロセス全体、まさにさっきの全体最適ですけど、の役割が変わっていくっていうことについて、もう少し心の抵抗っていうのを下げてみたらいいんじゃないかなと。一一方もう一つやっぱり 結構、日本の会社の方々とお話をしたときに考える部分というのは失敗することに対する恐れっていうのがかなりいろんな意味でそ,のそういうものをこう促進させない要因になってるかなとワンストライクアウトだったりなんかこうこう同期からちょっと遅れるともう全然可能性がないみたいな言い方をなさるケースなんかもあるわけですけどアマゾンって基本的には失敗ばっかりですと。で 例えば先ほどの,その、えー、とアレクサの話もそうですけどそもそもあれって、まあ、最初に使おうとしたのは携帯に乗っけるそのボイスのリコグニションだったんですねでご存知かどうか分からないですけど携帯が転んで5000億円かなんか吹っ飛んでみたいなことが実はあってで行き場がなくなっちゃった技術ですでしょうがないからじゃあどうするかっていうので最初から考え直してじゃあリビングでも置、OK、けやって。 本当とかかいいうなんかそういうなんそ嘘みたいな話ですけどそういうことで要は行き場がなくなったチームが、まあ、しゃがねえなっていうのでとりあえずクビにならなかったし、まあ、別にいいじゃんって,言ってやってたみたいなのがあの技術が今の姿になったっていう部分ですですからアルゴリズムの話もそうなんですけどアプリケーションみたいなところで言うとかなり失敗していますしあるいはサイト上の話で言うと毎日のように実験しているので皆さんご存知かどうか分からないですけどサイトでいっぱい失敗しています。 もうそれで失敗するとどうするかって変えるっていう元に戻すみたいなことのだから割とそういう,こう社内に失敗することに対する許容度っていうかそういうものがあってだから失敗していいのよっていうようななんかがあると随分違うんじゃないかなって思いますねいやあのなかなか聞けない眼畜なる話ですよねアマゾンアレクサもう少しで生まれなかったかもしれない <laughs> 失敗補給をしなければと堤さんいか,いかがですか あのまあ、失敗はね、私も失敗を推奨するわけではないですけど、会社の中であの常にチャレンジをしなくちゃいけないので、まあ、失敗しなさいって言ってるんですよ、成功しようってプレッシャーかけてないですよ、会社の中でね。だからそうしないと新しいイノベーション生まれてこない、だから失敗をまさしく許す環境、ただ同じ失敗はしちゃいけないし、コンプライアンスはちゃんと守らなくちゃいけないよとかね、あるいはもう一つ私は言ってるのはね、失敗してもタイミング、まあ、すぐにまた次の失敗しなさいって言ってるんですね。で、よく失敗すると、そこでこう悩んじゃうじゃないですか。 そのタイミングが無駄なんですよで、まあ、今までの話にもう一つ私は付け加えるとするとねモチベーションなんです AI によって先ほどね、えー、職が奪われるんじゃないかっていうご懸念も出てきてるのかクエスチョンでもモチベーション皆さん AI によって高まりますかっていうのが私のベーシッククエスチョンなんですね AI によってリモチするような場合やらない方がいいかもしれない AI によってモチベーションする 一人一人が何かやってやろう先ほどのねアマゾンさんのビデオにもあったようにすごいモチベーション高いモチベーションの中でやるともっといい生産性が出てくるとかねやっぱりモチベーションをいかに高めるかっていうのもやっぱり AI がもたらすべきものなのか我々がやっぱり考えてアジャストしていかなくてはいけないのかなということはですね人中心にいろいろなものを考えるんですけどもやっぱり私たちもデジタルトランスフォーメーションをきちんと理解し受け止める能力 といううのも必要だと思うし私たちが今度 AI とかデジタルトランスフォーメーションに対してですよどういうインパクトを与えるのかさっきのようにこういう価値が私たちから出てきますもうすべて AI っていうことじゃないですからねやっぱり人っていうのがどっかに必ず携わるわけだってそこに対するモチベーションの高さとそしていろんなバランスというのをねこれからやっぱり考えていく必要性があるのかなっていうふうに思いますね。 そうですやはり、あれですかねこう失敗を評価するというよりはなんかその挑戦することを、まあ、奨励するというようなことを言われているのかなとうう、まあ、聞いていて思いました、まあ、あのそういう意味ではですねあのちょっと手前味噌なんですがあの僕らがこの今、イフリンクとかを真剣に取り組もうとあれ、もう3年ぐらい前からやっててもうやめえと全然広がらへんからと。 いうのが社内であっていや,いや,やめるんだったらタダにしましょうっていう話にしたんですけどまあ僕からするとあれによってその上でみんないっぱい失敗すればいいじゃんっていうねコストかからないと要するに失敗するコストを思いっきり低減させてやったらどんなこと起こるんかなとで工夫するのって得意じゃないですかなんか誰もが特に日本の人たちはもうとっても工夫が好きで。 ちょこ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 なんかこうやってて、まあ、それがまた標準化を妨げるという問題もあるんですけど、まあ、それをこうマイクロサービスレベルでねものすごいローレベルのもので達成することができたらちょっといわゆる、ね、クラウド全盛のこの時代にね一つの転換点っていうのがまあ作れるんじゃないかなというふうに思ってやってますとこれ以上しゃべるともう本当に宣伝しかないので, <laughs> なんですけど。 ちょっとじゃあ話を変えてもいいですかまだ言いたいことあればあれですけど、まあ、あの変えてやっぱりあのなんていうか先ほどのみさんの話で、えー、とヘルスケアのデータ、えー、と要はこれ、ね、今話本当に重要だと思うのはあの、えー、フィリップス。 あのまあ、例えばあの私も以前シーメンスにおりましたんでまだまあ東芝もやってましたけど CT とかああのやってると大体あのお客様ってあの病院とかお医者様っていうことなんですけどでも本来で考えるとじゃあお客様のお客様見ないといけないよねって話をされてるんだと思うんですよね。えー、要はは実際に購入されるののののおお医者様様なんだけどその先のお客様のことを考えたら どうなんですかとでそれがまあネクストレベル、まあ、カスタマーセントレックだとしたとした際に、えー、まあデータがねあの情報基盤として共有される世界がないとフィリップス1社じゃダメですっていう話があってエコシステムがやりますっていう話がじゃなんかすっごい当たり前な話な気がするんですけどなんで今できてないんですかね もうそれはねグッドクエスチョンなんですけどいろんな理由があるんですね。まあ、一つはやっぱりあの企業のエゴっていうのはね、まあ、まあフィリップスにもあるのかもしれない大したん人もあるのかもしれないやっぱり企業がそこを囲い込んじゃうというのがあると思うんですね。例えば皆さん病院行くでしょ今の情報系、えー、病院の電カルだけではない情報系ってみんなサイドチックですから病院と病院が連携できないですから CD に、ね、なんかデータを落としそれを持っていく、まあ、こういうねことが果たして 患者さんは私たちにとってベネフィットがあるのかというとちょっと違いますよねだからこれからの世界っていうのはやっぱり情報系のプラットフォームの共有とかねやっ,やっぱりデータをシェアリングするということ。 私たちの会社もそういうことを考えなくてはいけない。で実はクラウドに関してはもうオープンクラウドという形で、まあ、エコシステムパートナーさんと共同でねいろんなものを一緒に作っていくその題材とかその場はもう提供し始めた。まあ、私ども先ほどのね東芝さんのお話はないですけどもコークリエーションセンターというのを仙台に今年の5月に作ってね、まあ、そこで今65社ぐらいのエコパートナーさんとワークしてるんですけどもっと 皆さんともワークしたいわけですよ。いろんな観点を入れなくちゃいけない。ただ、やっぱり企業の、やっぱり英語、そういった、あのサイドチックな考え方っていうのは。やっぱりしないと、ダメでしょうね。あともう一つ。なんでしないといけないかというと、先ほどガランパゴスっていうお話がありました。まあ、私たち、いろんな。 IT のところでもこのガラバスの勉強をしているわけですよね。日本だけ良くても世界がついてこない世界の標準化と全く違うつながらない、まあ、こういった世界でいくらいいものを作ったってなかなか浸透しないわけですよ。でこれが今度は取り残されてしまう AI もねそれからクラウドもやっぱりこういったところをよくこれから見ていかないとです、ね、いけないのかなとだから逆に日本からそういったイノベーションを我々全員がね一丸となってですよそういったものを作り出す。 今までは海外のいいものを日本に取り入れていた、ね、これもいいでしょうでもこれからはそういったものをさらに、ね、精査しながら日本からのイノベーションをもっと世界に発展させるもっと世界に持っていくようなやっぱり活動というのがこれから AI とかデジタルトランスフ,ンスフォーメーションの中で、ね、やっぱ私たちが考えていかないとこれからの日本国ということも、ね、私は非常に大きなチャレンジかもしれないけど大きなチャンスでもあるというふうに考えているんですね。 辻さんなんかですねあの、えっと、楽屋で話したんですだいぶ違うような気持ちになっちゃ冗談ですよ、<laughs> いいですよ、どうぞどうぞ。えー、あのまあまあ,あの、あれですよね、まあ、企業のエゴとかっていうのが、まあ、一つのキーワードなんかなと思うんですが、まあ、ちょっとその後、おおお深掘りする前に、あすみません、ですねあ、でも全くおっしゃる通りだと思います。えーえー、ちょっとその、の、例えば、あの え世界のデータを全部集めるんじゃないかと言われてるアマゾンさんとしてはですね <laughs> これに関してどういうふうに思われますかとあのデータを集めるっていうことを思考しているわけではないですとむしろお客様それぞれの方が利便性の高い購入体験をしていただくための蓄積をしているにすぎなくてですからそこがやはり会社の意図とその外からの見られ方っていうところのギャップ とううういいかっていういののが実は日々の悩みではあります,とで,すのでこれまで先ほども冒頭にお話をしたように人間の顔が見えなくてかつベンディングマシーンで見えているのは実はジェフ・ベソスだけっていうのがこれまでのアマゾンの典型的な姿だったわけでであえてまあこういうなんかよくわかんないおっさんがこう出てくるみたいなことをあえてまあ去年一昨年ぐらいから始めていてでご質問にもちゃんと答える人間が実はいるのよみたいな。 ことなんかをやっているっていうのは一つなんですけどそのデータそのものっていうのもそのなんか集めようとして集めてるっていうよりはその類型化してお客様に例えばこうそのリコメンデーションとしてお返しする精度を高める時にたくさんデータがあった方がいいっていうのでそこのエンジンを使,使っているみたいなところはあるかなと一方で今度はじゃあ我々が得たデータをそのままその他の 取引先様にお出ししようとした時に今度起こるのは先ほど GPRF ですかな,なんかのようにその個人情報のプライバシーの問題をどう向き合うのか。 っていいいいいうううあたりとととのが結構難しいところににななるかなというふうに思いますですので我々ってその先ほどまあ一つの例としてお見せしたフォーキャストなんかもそうですけどその需要予測の仕組みそのものというのを外に出すことすることっていうのは全然やぶさかではないしそれを使っていただくことによってそれこそあれなんか対象としているのは中小企業なのでの方々が私どものノウハウを使っていただけるというのはいいことだというふうに思う一方でじゃあこのプロダクトの需要予測 をそのまま他の人に渡せるのかっていう話になると、それは今度はこれを持っているメーカー様との関係を含めてなかなか難しい話なんで、今度はこれを今度は加工するんですね、そのインデックス化してとか、実際のデータを見えなくしてとか、だから、なんかそういう,こう外に出すときの工夫っていうのは、プライバシーの話、それから、いわゆる権利っていうんですか、そういったものも入ってくるのかなっていうふうに思ったりはしていますね。 まあ、あのデータは誰のものなんかっていう議論かなと思うんですけど、まあ、ちょっとその議論ちょっと後でもう少し深掘りしたいんですけども、まあ、その前にちょっとお話をお聞きしててやっぱりその、えー、巨大化したアマゾンという会社がです、ね、も実際もう巨大なのでやはりあれですよねその以前の IR の仕方とはやっぱ違ってこないといけないとか、まあ、社会とのブレンドの仕方っていうことを考え始めてるっていうことなんでしょうかね。そそうですやはりその 実は我々って、まあ、これ自分の立場の話をしてしまうと個々のセグメントのセグメントといいますかどういうふうに市場を見るのかとか大きさを見るのかっていう視点で見たときに会社としては先ほど申し上げたように2兆円3兆円という規模が日本の中でもありますこれは十分大きいですねっていうことになるわけですけれどもじゃあ私がやっている耐久消費財の市場の中での私どもの氷としての位置づけはっていうと4番手5番手ですと。 いう話になって常に何か一番で全部を独占してみたいな話っていうよりは例えばそれこそフィリップさんから見た時の現れっていうのは4番目ぐらいにいて場合によってはフけが飛ぶような会社だったりするみたいなそういう位置づけであったりするというような関係の中でまあ今いると。ですねこう総合的に見た時の総体としてのアマゾンの見え方とそのお一人お一人の取引先様から見た時の我々の位置づけって随分違って見えていて。 そまあですからジェフベウスだけじゃなくてみんながそのことについてやっぱりコミュニケートするとかっていう形にまああのなんていうんですかねだいたいアマゾンっていうと通常こういうところに出てくるのはアマゾンウェブサービスの方々が出ることが多くてですねやはりそのアマゾン本体の方渡辺さんみたいな人が言われることとは、まあ、ちょっとあの趣があの趣で 違ううかなっていう感じが少しあの、まあまあ、個人的な感想を言ってる場合じゃないんですけど <laughs> やっぱりちょっといろんな皆さんもそういう印象を受けたんじゃないかなという気がするんですけどまあやっぱりですから是非もっと出ていっていただいて何て言うんですかねあの、まあ、対話みたいなこともあった方がいいのかななんていうことを思ったりしますが、まあ、ちょっとまた話をですね少し戻しましてですね先ほど言われた なぜデータ共有がなかなか進まないか議論の,、まあ、あの企業エゴ論の話なんですけど、まあ、これ私に、私実は長年このことについて考えてまして、まあ、だって、この話もう20年ぐらい前からある話ですよねで、なぜ進まないかと、まあ、まあ単純な話でそれをやっちゃうと自分の企業の売り上げが下がるっていう問題がやっぱ必ずあるんだと思うんですよね。例えば、CT、で撮りましたと で撮った画像をそのまま違う病院にも送りますとで病院は高い CT を買ったのに使わなくても画像来ちゃったとユーティライゼーションが下がってこれどうやってコスト回収するのやとか,かなり経営者としては切実な問題でして、えー、まあそれをまあいろんな理由をこう含めてですねやっぱりこの放棄で決まってるからとか時期がどうだからとかいろいろ言ってまあ撮ると。 まあそういった結局そのインセンティブ上ネガティブに働く原因が、まあ、カニバリゼーションって言われるものがその根底にあってでそれぞれの病院の企業経営ってそんなにいい状態じゃなくてですねはっきり言ってもう、ね、赤字が多くてであのお医者様がもう本当に大変な仕事をしているという状況で考えた時に えー、まあ確かに全体に最適化なんですけど部分的にはまあものすごい苦しくなるとでこれをなんかこうやっぱりその解いていかないといけないという問題じゃないかなというふうに捉えてるんですよね。ということはやはりそのみんながウィンウィンになるような方法を見つけささないといけなくてまあその辺がそ,のそれぞれのまあ CT の場合だったらまあ 共同購入なのかなんか分からないですけど、えーとまあまあ、いろんな方法があるのかもしれませんけど、まあ、私がちょっと一つ注目してるのは、まあ、やっぱりそのマネーフォワードっていう会社がありましてあの、えー、皆さんマネーフォワード知ってますかあんまり知らないですかえっ、ー、とね僕辻さんっていう人社長、まあ、お友達なんですけど、まあ、これ立派な会社と思いますね。あのえー、と銀行口座を マネフォワードってダウンロードできますんでさっきの「声ステーション」と一緒にダウンロードした方がいいと思うんですけどあのダウンロードしたらあただですこれも <laughs> ダウンロードしてあの銀行の口座を自分で登録すると銀行口座をまとめができるんですよねで要は銀行口座って何かしないけど勝手に増えますよねローン組んだらここでやらないかんとかってあって会社に入ったらここで給与引き落としでどうのこうのとか言って。 そうすると、まあ、普通4つも5つもみんな口座持っていると今すぐ今私の銀行口座に全部合わせていくら入ってますって言える人いますかとまあいないですよねまあほ,ほぼいないと思いますでマネーフォワードを使えば自分でそれ結びつけをするので、えー、自分のスマホでできちゃうんですよねでこれはですね大変面白い現象で 言ってみればですね、銀行のオンラインシステムを全統一しましょうというのが金融庁が言い出しましたと何兆円かかりますかとこれはベンチャー企業ですよベンチャー企業が API で皆様個人個人をシステムインテグレーターにしてで自分の情報ですからセキュリティの問題もないということにすると突如としてデータがこうコネクトしてくると。 いう世界があるとまた若干手前味噌なんですけど我々が例えばイフリンクとかで目指してるのはそれに近い世界でありまして極めてユーザーセントリックでユーザーは誰のものかぎるんとちょっと堤さん何んかあの今すごいいいポイントなんですけどねあの私も個人的にもそうなんですけどおっしゃる通りでデータが多すぎますでしょ皆さん。 いろんなデータ、医療だけじゃなくて、銀行のねそういったファイナンシャルデータもそうだし、例えば皆さん、人間ドックやられますと、毎年こうやられてると思うんですよ、データをきちんと整理している方もいれば、それを見ながら、こういうふうにしようって指導通りでいろんなものアクションをしている方もいる、僕みたいにですねあ,のあんまり言っちゃいけないのかもしれないけど、ヘルステックな会社にいてね、人間ドック受けたら、その辺に結果を置いて、まあ、1年後にまた受ければいいやと、ね、どこにデータがあるのか分かんないと、まあ、これ、本当にいけないんですよ。 でもそういうようなケースもあると、でもデータが多すぎて自分が何をやったらいいかわからないんですよ。例えばヘルスケアにおいてもですね、今こういうようなことが起こっている、今データが多すぎるから各病院さんは何がリスクかというと、やっぱり情報が多くなればなるほどコストがかかるということと、情報の流出のリスクがあるわけですね。ですから、本当のことを言うと、データを持ちたいんだけど、持ちたくないんですよ。で、 一方で、ね、例えば今、政府でもマイナンバーとかいろんなものをやられている、まあ、非常にいいシステムだと思うし、ただ利活用のところはチャレンジですよ。でも皆さん、病院に行って、ね、先生に、例えば皆さんの個人情報、どんどんどん喋りますでしょう、私も喋りますよ、家族構成、ね、お父さん、お母さんの病,病歴、ね、あるいは親戚のなんかこういうことありますか、あなたの好きなものは何ですか、趣味なんですか、ね、こういう生活パターン全部喋っちゃう。 そうすると、一番情報を持っているというのはもしかしたら医療データだけじゃなくて病院の先生かもしれないですよね。だからそういうデータをもしくはもっと自分に還元してもらう。でも自分で持ちたくない、病院も持ちたくない。だからこそそういうです、ね、マネージングする会社なのかそういったサービスが出てくるかもしれない。実際に、ね、オランダなんかはもう病院がです、ね、データを嫌がる、持たないリスク多い。個人で持ってください。自分のデータは全部自分で管理してくださいよってプッシュバックする例も。 出てきてきるんですよそうするとね自分で持ってると私みたいに、ね、きちんと管理してない人はこれ困ったなとこの辺にファイルがあろうが、ねえー、データがあろうが管理できないんで誰かに委託するまさしくヘルスケアの銀行サービスかもしれないですねだこういうのも出てくるれあ,あれですかじゃあ病院に行って、うん、前回のどうでしたって言ったら知りませんとあんた自分で知ってるでしょって言われてるんい<や>んってことですいやそういうケースがこれから出てくるはずなんですよただ病院さんももちろんある一定のデータ持ってますけどもっと個人に 先ほど言ったように個人にデータを見せることによってモチベーションが高まるやらなくちゃいけないこれはまずいぞというのがあるわけですよあるいはこうやったら健康な人もねこれやったら100歳まで生きられます120歳まではられますというと皆さん、どうですかやらないですかね皆さん今のテレビの、ね、視聴率見ても健康のねあるいは医療系のドラマ本見ても必ず視聴率いいし売れるんですねそんなばっかりでしょあと警察ものしかないですよね。 でも、これが実態なんですよ、だからこういうとこからやっぱり AI をうまく稼働しながらね、いろんなデータを取る、で個人にチェアリングするデータと、センターに置いているデータ、多分アマゾンさんとかでも同じようなデータ、あるいは皆さんとこでも同じような形のものがこれから出てくるのかなって、ちょっと思いますねえと私どもは逆にデータを持つことに対する恐れみたいなものが結構ありますと。 つまりお客様っていうのを見てでどっちかというとデータを独占してんじゃないかって言われるんですけど例えば考えていただくとこうご自身で例えばアマゾンで口座を持っていらっしゃるとアマゾンに対して出してるデータって何があるのかって考えてみていただきたいんですけどお名前とそれから配送先のデータとそれからそのまあクレジットカードが必要で決済される方はクレジットカードのデータ。 そそれれだけですす。よよね。でそれ以上のものもは絶対ににいただかないようにしてます例えば普通のマーケティング的な会社で言うと何歳の方ですかとか年収はおいくらですかとか場合によったら性別とか既婚ですかとかお聞きにな,なら,れるられるケースって多いと思うんですけど我々一切そういうのを聞きません。 っていうのは聞くことによってよりそのお客様の先ほどの,の GPFR じゃないですけどお客様の個人情報を持ってしまうっていうことになるからですから私どもなんかが見ているデータというのは基本的にはそのお客様に対して最低限お送りするための情報と最低限ある意味でキャッシングしていただくための,その金融の情報っていう2つだけですとあとは実は我々の中で取っているデータでその購買の履歴って。 そのどういうものをお買い物になるお客様なのかっていうところから今度はデモグラフィックスを想像するというようなことをやったりあと実はデジタルだからできることとしてあるのはその買わなかった情報っていうのが実は膨大ーーにあるとそこがご覧になったけれどもやめられた情報みたいなものっていうのが結構たくさんあってそういったものをどうマイニングするのかみたいなことを でこの方々はもしかしたら潜在的なお客様の可能性があるんじゃないかというところでその方にリコメンデーションを出すとかコミュニケーションするみたいなことをやるだけど基本的な考え方はその余計な情報っていうのをできる限り初めから頂かないっていうことを心がけるというかそ,それが結構重要以前にも他のアマゾンの方々聞いたんですけど、まあ、結局購買体験に最適化しようとしてるから。 そのいわゆる一般的なマーケティング情報がいらないと要するにアトリビュート情報って言われるんですかねこう30歳男性とかそんなんどうでもいいとこの人は一体どんなキャラクターの人か知らんけどやたらビールを買う人とかそう,そういうことですよねでそ,それでその人にとって最も心地よい購買体験は何であるかだけをこう、まあ、最近こういうのシチュエーションマーケティングっていう言い方をするみたいですけど それを逆にシチュエーションマーケティングですよねってアマゾンさんに言ったら「いや俺ら別に最初からそうやから別にそんなこと言われてもと」とそう言うんだ最近はみたいな感じで、まあ、そういう意味ではそのマーケティングの仕方とかをまあユーザーセントリックに考えた時にまあやっぱりレボリューショナイズされてるんだろうなというふうにまあその実感するようなお話だなと思います。でそういう意味においてやはりこうプライバシーの問題についてっていうのがやっぱり非常に重要視されていくかなと思う ましてでちょっとやっぱりそれも深掘りしたいなと思うんですけどやっぱりこの、えー、っと日本ではそれでもそれほどじゃないんですけど例えば僕ヨーロッパに住んでたりしてまあヨーロッパの連中とのコンファレンスなんかに出て話して CTO とか CDO の人たちとかそうするともうそのプライバシー問題の連呼が半端ないんですよね向こうの人たちは。とにかくこのことについてのどうやってやるんだとか。 AI でいうと AI にどこまでやらすのかとかえ日本よりはるかに厳しいことを言ってますですよね。で一方でやはりそのクオリティライフを高めるということにおいてはあの正しい形での,まああの日本政府が言う言葉を変えるとするとデータエクスチェンジ・ウィズ・トラストとまあ信頼できる形でのまあデータの流通と。 いうのはおそらく必要であって、そういうのはやはりキーワードはプライバシーと、でこれはあの私のまあ個人的な意見としましては、やはり何といってもこれは人権問題であると、要はデータっていうのは先ほどつみさんも言われましたけど、まあ、個人のものですと、病院のもんじゃありませんと、僕たち漏らして何か言われても困りますと。 さっきのマネーフォワードが例えば銀行の情報を一つに集められるのはその情報の、えー、唯一のオーナーはその個人そのものであるからということですよね。個人本人が自らの意思でやっているからその情報が展開していくと。まあそういう意味ではその個人の認証のもとに個人が自分の必要なデータを自由に集められるような まあ、あの政府の使う言葉でいうと標準 API という言葉になるんですけど、まあ、そのデータの口みたいなものが用意されていくということが実は一番の近道じゃないかなというふうに、まあ、これがマネーフォワードが教えてくれた教訓じゃないかなというふうに思ってるんですけどどちらでも、はい、あの実は説明しなかったスライドに「Society5.0」っていうのがあってやはり政府の方々も同じような。 要はデジタルとまさにその島田さんがおっしゃってたものなんかもあると思いますしそこでやはり我々もそのデータのオーナーっていうのが誰なのかっていうのをやはりはっきりさせていただくってで逆に我々が勘違いしてると思われるのはやはり国なのであえて申し上げますとやはりデータのオーナーは皆様お客様自身だというふうにも思いますしでそこで何かその勘違いというのが起こってはいけないというふうに思って。 日々、仕事をしているということになるかなと思いますしそういう5.0なりその政府がはっきりそういうことを言っていただくみたいなことっていうのは必要なんじゃないかなとは思います API の話は、ね、すごい大事な話だと思ってまして、ねまあ、極端な話にいくとクラウドとクラウドがつながらないデータがあってもいいデータがあっても共有できない。 であと業界ごとにこうサイロチェックしててまあ私はあの先ほど行動変容人間の行動変容をやることが一つのゴールじゃないかなと思うんですよ、まあ、健康だけではないですよやっぱり皆さんが本当にエンジョイする生活を送れるためにはどうしたらいいかと例えばパターンパターンでいろいろと食べ物によっても生活パターン変わってくるし地域によっても変わってくるわけですよねまあ極端な話聞くと例えば北海道の方のいろんな あのカルチャーね生活のデータと沖縄の方のデータっていうのは当然違うわけであってこれを平準化した形で AI でこうです日本人のデータはっていうことがプラスなのかマイナスなのかっていうのはこれやっぱり考える必要性があるマイナスではないと思うんだけどもどのぐらいプラスなのかっていうのは考える必要性があると思うんですねでそのためにもやっぱり API 開放してそこにいろいろとやっていくこれはイエスなんだけどもじゃあどうやってそれを促進するかっていうと例えば規制をねもうちょっと緩和するとか あるいは、えーまあ、政府でも、会企業でもそうですけど、そのサイロチックな動きですよね、まあ、各省庁ごと、あるいは各企業ごとの動きっていうのを、やっぱりうまく連携していく、まあ、そういった動きが今出てきてますよね、まあ、そういったものをやはりうまく活用していくこと、それから日本とやっぱりグローバルというところも考えなくてはいけないわけですよね。日本だけややっってもやっぱりダメ いろんな部分でのやっぱりリーダーシップを日本がとっていく、まあ、非常にいいチャンスだと思っているわけですね、このデジタルトランスフォーメーションというのは。ですからそういったことの利活用をやっぱり標準化、スタンダードモデルどうするのかというのがもう1つの議論じゃないかなと思いますね、はいあの。私はやっぱり理論と実践が非常に重要だと思ってまして1、まあ、つには例えばヨーロッパは GDPR う出してきましたということに対して我らがどう理論的に考えるのかということでやっぱり あのヨーロッパの人たちはとっても人権に敏感な人たちなので人権第一主義でありでそれはまあ日本もその方法しか僕はないと思ってますただそのことについてやはり日本でもっと議論を深めて、えー、みんながあの共通の認識をこう作っていくっていうことが非常に重要かなっていう理論があともう一つはその成果をどんどん実践として見せていくっていうようなことをやりたいと。 例えばですね、実は東芝には東芝テックっていう会社がありまして、ポスですね、で売りポスのマーケットシェアが50%以上あると、ここに購買データっていうのがありまして、今、われわれ、スマートレシートっていう方法で、個人にレシート情報を、えー、持ってもらうというサービスをもうすでにちょっと始めてるんですけど。 でまあねこれをねちょっとフィリップスさんの今日のお話なんか聞いてて鷲見さんの話を聞いてて何食べてますか何買って何食べてますかっていう情報がお医者さんが見れたらなんかもうちょっとねいいことできるんじゃないかとかでそれはあくまでも勝手にお医者さんに行くんじゃなくてお医者さんに行った時にこの情報をお医者さんに私いいですかって個人が一個一個確認して。 やるみたいなことができたらななんかか面白くないですか <laughs> 例えばですね個人がねその健康状態さっき言ったように仮想家でも何でもいいんですけども全部エリアで解析してで例えば日々の例えば献立メニューレシピそういったのもその個人に合ったレシピが自動的に出てくる、うん、そういった世界がやっぱりねこれから出てくるんだろうなとでその中には自分の嫌いなものもね えー、例えば覗くとか好きなものはこういう傾向だったら当然分かってるわけであってその中からバランスいい食事とかいろんなものが、ね、出てくるのかなとでそれが生活パターンを変えていくあるいは時間の使い方とかですね、まあ、いろんなものがやっぱりこれからそういったアドバイジングがタイムリーに出てくるってことが、ね、私はやっぱり望ましいスタイルなのかなと思いますね。あの私ももうまあ交流をやっている中で言えば 先ほど申し上げたようにその購買データ以外のものを持つことっていうことをある意味で自分たちとしてはしないだけど例えば先ほどのその健康のデータみたいなものをお客様がこれもその購買のリコメンデーションの中に生かしてよっていうようなこうご自身のアレンジで入れるみたいなことができるようになるとより精度は高まるんじゃないかなと。要は ね、よく我々のところもまだ AI バカなのでその小学校4年生のお,お,お子様がいて何か買,えら買われた時には何年経っても小学校4年生のものがこうリコメンデーションで出てくるみたいなことっていうのはやっぱりまだまだ起こってしまいますとなので例えばそういう,こうご自身のデータの中にプラスアルファでそういう,こう学童の子供がいてこういうふうになってってるとかっていうようなデータなんかを入れることで実はご覧になるページの中身というのが変わるっていう可能性はあるかなと。 なのでやはり先ほどの議論のようにそのデータのオーナーというのはエンドユーザーの方ですよとその上でその方々がこれも自分の購買データとして生かしてほしいみたいなことっていうのがこれから起こってくればよりそのミスのない体験みたいなことができるのかもしれないなというふうに思い,ます、はい、いやなんかめっちゃいい感じですねなん,かなんか一緒にできそうな気がしますっ <laughs> <laughs> ともうあと10分少々ですので。えー あのあんまり AI の話をしてなくてですねすみませんですね皆さんその AI のこと興味はあるはずなのにちょっとでもこれ非常に重要な話なんですその AI を今後やっていく上においてこれらのことがやっぱり必須条件になると思っているので AI の機能だけ見ているよりもその周辺のコネクションをどうやってやっていくのかとかっていうことをまあ考えることが私はもっとこれを成功させる上においてテクノロジーだけを見るとまあ よろしくななないいんじゃかとですのでちょっとまああの少しずつあのあのこれから例えばその AI をインプリしましょうとかデジタルトランスフォーメーションを達成しようというふうにいろいろ日々苦悩苦闘されているだろう皆さんにですね何かアドバイスとかですねまあも,うもうすでに言ったよっていうかもしれませんけど <laughs> 改めてちょっと言っていただければ。はいえ 特に AI っていうのもツールですという観点で我々ってものを見ていてで多分今 AI が旬なので AI って言ってるんだと思いますが5年経ったら AI ってもう入ってしまっていて。 当たり前になって誰もこういうコンファレンスって開かなくなると思いますというのが多分現そういうものだとですので AI で勝負しようという方っていうのは今なのかなみたいなことなんか思ったりするわけですけどそのツールっていうものについての私どものアプローチっていうのをご紹介すると実は先ほどその AI って完璧じゃないよっていう話をさせてあげたと思うんですけどなので我々の中でルールがありますとその AI のようなものが出てきた時にはその実は これはマネジメントメカニズムというふうに我々の中で呼んでるんですけどまずツールっていうものを作ると定義をしてこういうツールですというディフィニッションをした上でツールが出てきたら今度は受け入れる側にアダプションをするっていうその要は受け入れるっていうことを指標として測りますですから全社で例えば社長を含めてこ,うこれやろうぜっていう話にした時に誰が受け入れたのかっていうことを測ります。で こんなのの完璧じゃねえから使えねえ俺,俺のが賢いぜみたいなことを言うケースなんかも実はありますピッキング俺の方が早いよっていう人がいてやるケースなんかもあるんだけどとりあえず使えなくてもいいからやれとアドプトするっていうことをまずやらせるとでその上で実はその俺の方が早いよっていう人たちにインスペクションっていいましてそのツールの悪いところをフィードバックするっていうプロセスっていうのを必ず入れるですからツールができたらアダプトして インスペクトしてそれをツールに戻すっていうこのループっていうのをぐる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 回すっていうのをいかに早くするのかっていうことで先ほどの,その教育っていうことがその AI を含めたところでできるようになるあるいはツールのインプルーメントっていうのができるようになってそれは別に AI に限らずいろんな何かが出てきた時には常にその我々の中で言うとツールが来たよねアダプトしたでアダプションレートはどうなってるこのチーム遅いなんでっていうような どっちかというとレビューをマネジメントが常にし続けることでアダプションをさせて「使えねえよ」っていう声を今度は拾う早めに拾い上げるみたいなそういう,こうメカニズム我々よく言うんですけど「グッド・インテンション・ダズント・ワーク」っていうのを言っていて必ずメカニズムにしろとメカニズムにしてトラッカブルなものにすることによって最終的にそのツールを磨き上げていくっていうことをコミットさせるみたいなことが必要かなとそういうのを思っています。 ごめんなさいちょっと僕思,思いついてもう1個だけ聞きたいんですけどあの、えっと、あの先ほどアマゾンではストーリーだと今のグッドインテーションの話を聞いててちょっとストーリーのことをちょっとナラティブっていうんですかねこう思い起こしたんですけど、えっと、それをこう文章でこうワードで書かないといけないと私も外資系の会社にいたことがあって外資系の会社ってプレゼンテーションもじいっぱいなんですよねでもみんな一生懸命読んでて、まあ、もう大変だなと思って。あの これ漫画じゃダメですかね。漫画。えっと漫画だとストーリーにならないん。<laughs> ダメですか。ええ、ダメですか。あの基本的にはその文章化することによって考えを明らかにしてなるほどある種のポジションを取ってもらうと。ええ、だから特にプレゼンテーションって次に出てくるものが何かとかあるいは今日。 あるスライドで私、ご説明しましたけど次で来た時には違う話題で違うことを多分、違うメッセージで言う可能性がすごく高いと、うん、ところがワードに落とすことによって変えられないメッセージが同じになるとなるほど分かりました堤さんはい、はいえー、私はですね、まあ、渡部さんのコメントとね、ちょっと似てるんですけどもあの AI はやっぱりいいツールでありね、もっと言えば AI は変わるイノベーションのね これかからののイノベーションのきっかけで,プロセスであるんですよ決して結果じゃないです、ね、ですすねから私も和田さん5年とおっしゃいましたけど私はもう3年先 AI の議論ないんじゃないかなと思うぐらいなんですよもう全部当たり前のように入ってる皆さんの生活我々の生活のパターンの中に入ってるっていうことができるんであれば多分この AI の議論はね、まあ、成功するんじゃないかなと。 思うんです、ね、まあこれが一つですからあ先ほどもプレゼンテーションで、ね、申し上げたんですけども AI っていうのはやっぱりアダプトということで申おっしゃいましたけどアダプティブインテリジェンスであってほしい適応する適応力っていうのを考えながらねやっぱりやっていくことが非常に大事なのかなとあとデータだけ集めればいいよってことじゃないよとデータでもいろんなゴミデータうちの会社でもいっぱいゴミデータいっぱいあるでもこういうのを使って AI をやってしまったら 何の効果もないわけですよねだからゼロセッティングってことをおっしゃった、まあ、これも私は非常に一理あると思ってるですからどうやってこれからの AI を利活用するかそのプロセスきっかけをどこにも、まあ、持ってくるのかっていうのも大きな議論だと思うんですねですから極端なこと言うともうゴミデータをもういらないよっていうところに AI を使うとかねもう必要なものだけ持ってくるあのものだけに AI を使うってとこから入らないと 今、莫大な量のデータの中で皆さんが解析をする、それに時間を費やす、それが AI だというふうになってしまうと、これはちょっとやっぱ違うところに行っちゃうのかなっていう懸念はありますね。ですから、一定のルール作りっていうのがこれから大事になる。そのルール作りを皆さんと一緒にやっぱり日本からやんなくちゃいけない。だそういったことが一つのイノベーションだと思うし、これからの私たちの生活、行動変容を変える、ね、大きなきっかけになり、そして我々が描くね、各企業が描く。 まあ本当のゴールに、ね、近づいていくのかなというふうに思いますね。ありがとうございます、えー。じゃあ私もあんまりですね本当はモデレーターしゃべったらいかんですけどやたらしゃべるモデレーターで大変恐縮なんですがあの私はですね AI はもうねみんなあの運転免許証やと思って全部やってくださいっていう感じに思っています。えーっすね、AI って僕ね可愛いいなと思うんですよね。 なんていうかあの現場の親父みたいいじゃないですかなんかこう教えてやったら合ってるんだけど何でできんのって言われてもいいよ「そんなん知るか?と」と説明できないとでも現場の親父も一緒ですよね,でもあのねこうこれ何でこう判断したんですかって言ってもなんか「いやもうさ腕腕」って言って言われて「<laughs> もう帰れお前時間がないからと」と <laughs> 怒られると。 まあまあそれに近いものかなと思うともっとちょっとお友達化しないといけないと AI とあのメンバーだと言われたの本当に見,見事なインサイトだなと僕は思うんですけど、まあ、あのちょっとだけその僕最近なんかいろいろ哲学書を読むのが好きで,で、まあ、一番読まれた哲学書って聖書だなと思って最近聖書を読んだんですよ。これねいろいろ面白いことが分かった、まあまあ、それはいい年ですね。<笑><笑> 聖書の中にちょっとね面白いことが書いてあってある時イエス・キリストがですねこうみんなであの、えー、安息日じゃないわか何かにしかも安息日かな何か,かにあの食事を手を洗わずにこう食べてであのユダヤ教がベースになっててユダヤ教ではあの立法がめちゃくちゃ厳しくて必ず手を洗ってから食べろってこういうわけですよ。 でそれに対してイエス・キリストはお前らは立法でどうのこうの絞ってると食べ物に何一つ悪いものはないとかで手なんか洗わなくていいんだとお前たちはバカ者だってこう書いたんです聖書に。<笑><笑>まあ要はキリスト教の観点からするともう訳のわからないルールでギチギチ縛るよりもとにかく信じてあの、ね、隣人を愛してっていう、ね、そのまあ哲学的な哲学書なんですけどでも。 言ってみりゃこれ AI みたいなものですよね当時要するに細菌とかがあるって誰も知らないわけですよ結局手を洗わないと細菌が媒介して病気になるわけですよねでユダヤ教の人たちはそれを経験的に知ってたわけですよビッグデータから抽出した手洗った方がどうやら良さそうだとこれ AI ですねでこれはあのパスツールが発見する1600年とかぐらいまでの間 誰も知らないんだけどなんでって言われてもわからないんですけどみんな手を洗って食べてたということでだから AI ねだから科学者の人たちがねこれは説明できないからダメだとか言ってね言ってたら乗り遅れちゃうんですじゃないですかとだからみんなとりあえずお友達になってとりあえず敵視せずにどんどん簡単になりますし、えー、やりたいことに対してちょっと入れてみようとか ディープラーニングさせてみようとかっていう風うにまあできるだけ多くの人をそういう風にさせるっていうことをまあここにいらっしゃる AI を多分推進されているような方々は社内で推進されることが僕一番いいことじゃないかなと思いますねおそらくたくさんの人が思っても見えないようなところで AI 活用の例を次々と生み出すはずですねですからベーシック機能 AI はまあ普通免許証ですとこの免許証を持たないとちょっと会社に来れませんみたいな感じに。 してった方がいいんじゃないかなていうことで、ほぼほぼお時間になりました、あのえー、全然まとめらしい、まとめはしておりませんがあの、たくさんの気づきがもしあればよかったかなと思って、私個人としては大変たくさんの気づきがありました、あの素晴らしいプレゼンテーション並びにパネルをしてくださいました、フィリップスジャパン代表取締役社長の堤さん、それからアマゾンジャパンのバイスプレジデント渡辺さんにですね、大きな拍手をしていただければと思います。どううもありがとうございました どうもありがとうございましたお話を頂戴いたしましたそれでは皆様どうぞご好談ください今一度大きな拍手をお送りくださいありがとうございました